皆さんこんにちは。司法試験2020年度入門講座本論編民法第1回目始めていきます。担当いたしますのは東京リーガルマインド専任講師竹山茂樹です。よろしくお願いいたします。さて今日から、司法試験総合職用の入門講座始まりました。でプレ編というものもありますので、もし民法プレ編まだ聞いてない方がいらっしゃいましたら、そちらを聞いてからの方が分かりやすいです。ただまあこれとね同時並行に聞いていただいても構いませんので、今回第1回目受けていただいて、その後プレ編でも結構です。あとまあウェブの向こうで、画面の向こうで無料体験の方もいらっしゃると思います。で若干説明していきますと、レジュメに沿って説明していきます。レジュメはダウンロードできるようになっているはずです。あと6法、これぜひお手元に置いてください。まあ、ない方はですね、ネットで、インターネットで条文を引くこともできますが、できれば紙の6法、こういった学習用の6法があった方が便利です。あと予習は必要ないですが、復習はぜひしてください。復習の仕方についてはおいおいね、講義の中でも説明していきます。それでは、この入門講座竹山クラスオリジナルレジュメ民法総則、これに沿って進めていきます。これを開いていただいて、まあ、目次飛ばしていただいて、1ページ目からですね、1ページ目第1編民法総則、ここから説明していきます。で、まあ、プレ編は一応受けたという前提でご説明をしていきます。民法っていうのは契約という概念を中心に進んでいくんだ、あと二重譲渡の話とかね、させていただきました。じゃあまず最初に第1章、試験の主体で第1節、権利能力、意思能力、行為能力、この専門用語を説明していきます。民法って専門用語ものすごく多いんで、それを一つ一つ理解していってください。あと民法ってのは具体例の中で生きています。なので抽象的に理解するだけじゃなくて、もう具体例で踏み込んで理解していってください。で一つ目、まず権利能力何かというと、これは司法上の権利、義務の帰属主体となる地位、資格のことを言います。つまり権利を持てる、例えば土地の所有権を持てるとか、私このボールペン持ってますけど、このボールペンの所有権を持てる能力だ、あるいは義務を負ったりする、借金できたりする能力だということです。これ聞いた時ね、ポカーンとしますよね。そんなのみんなあるに決まってるじゃないか。いや、あるんです。ここに書いてる通り、すべての人にあります。ということは、すべての人は財産を持っているということになります。じゃあなんでこの権利能力って概念があるかというと、その理由は2つ。1つ目はね、今は人間はみんな平等だから権利能力があるんですよ。でも昔奴隷っていうものいましたよね。あまりいい話じゃないんですけど、で奴隷っていうのは自由に財産を持てなかった、つまり奴隷のような人々は権利能力がなかったんです。でもそんなおかしいということで、人間は皆平等だということで、権利能力も全ての人にある。だからこれね、権利能力平等の原則って言ったりします。みんな人は財産を持てるんだ。まあ、権利能力平等の原則と言ったりします。で、こういう意味でまず権利能力という概念を論じる実益があります。で、もう一つは、我々生身の人間だったらいいんですけど、人の集まり、団体、まあ、会社ってありますよね。会社みたいな団体って果たして権利能力があるのか、会社に財産を持たせていいのかという問題もあります。まあ、とりあえずここで権利能力という概念を理解してください。じゃあとりあえず会社の話は後で法人ってやるところで置いといて、我々生身の人間の話を中心にやっていきます。で、我々生身の人間のことをここに書いてる通り自然人と言います。我々生身の人間、自然人を対象に話していきます。じゃあ権利能力の式です。いつから人、自然人は権利能力を得るか、これ生まれた時に決まってますよね。民法ではちゃんと出生時からと書いてます。で、これ3、1項ってのは3条1項の意味なので、民法3条1項を引いてください。条文はどんどん引きながらいきます。民法3条1項です。
主権の共有は出生に始まる。生まれた時から権利能力を持つと書いてます。そして生まれた時っていつからか、具体的にはこれ要するに、胎児ってのはお母さんのお腹の中から生まれてくるんですけど、頭だけ出したらいいのか、体の全部が出てこないと出生と言えないのか、これも判例で決まってます。これは母体から全部露出した時と考えるのが判例です。理由としては基準の明確性です。なぜかというと、これね、母体からね、頭の先から頭だけ出たら出生とすると、どこまで出たか基準が曖昧になっちゃいますよね。全部出たっていうと基準明確ですよね。分かりやすい。なので分かりやすい基準として母体から全部露出した時と返しましょう。これが判例になります。一方、刑法の世界では一部露出説が判例になってますので注意してください。民法の世界では母体から全部露出した時と考えます。民法と刑法って役割が違うんです。民法ってのはお金の話、刑法ってのは犯罪になるかどうかの話なので、世界が違うととりあえず思っておいてください。ちょっと詳しく話すると、刑法ってのは人の生命を保護しますよね。で、出生したら人として保護される。逆に言うと、生まれた人を殺したら殺人罪になるわけです。で、お母さんのお腹の中にいる赤ちゃんを殺しても堕胎罪という罪にしかならない。で、刑法ではやっぱり一部でも頭でも出てきたら人として保護すべきだから、刑法では一部露出説が判例。一方、民法は財産の話だから基準が明確な方がいいでしょう。全部露出説となっております。じゃあ次いきますよ。ただし、次の場合は胎児でもすでに生まれたものとみなされます。で、ここでね、私は正直言います、民法最初やってた時ここでつまずきました。わけわからない。皆さんもわけわからないと思うんですけど、ちょっとお付き合いください。10分ぐらいで解説します。で、まず不法行為に基づく損害賠償請求、721条をご覧ください。胎児は損害賠償の請求権についてはすでに生まれたものとみなす。確かに書いてる。もう一つ、相続。相続というのは、例えば親が亡くなった時に親の財産を受け継ぐような話ですよね。886条をご覧ください。886条1項、胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなす。最後、遺贈。遺贈ってのはここに書いてる通り、法定相続人以外、例えば自分の子供とかそういう人以外に、全然関係ない人に財産を与えるイメージです。死んだ時にね。これ以外もありますけど、そういったイメージを持ってください。例えばですね、私が亡くなった時に、子供だったら普通に財産相続できますけど、 NPO 法人に財産を与える遺贈、こういうのを遺贈と言います。死んだ時にね。で、965条を見てください。965条、886条および891条の規定は、受益者について、順用する、こういうふうになっています。で、886条、この886条が順用されてますから、遺贈にも使われるってことね。順用ってのは順用されてる、遺贈にも使われるから、遺贈もすでに生まれたものとみなされる。これ意味わかりませんよね。で、意味わからないときは具体例をイメージするのが大事です。2ページ目ご覧ください。ここのケースです。 A は B 女と婚姻をし、 X を解体した。しかし X が出生する前に、 A は Y がよそ見運転をした車にはねられ死亡してしまった。こんなことを考えていきましょう。A は Y 女と婚姻をし、 X を解体してますけど、これ出生前なんですね。あ、これ B 女か。で、 Y が A を跳ねて A が死んでしまった、こういう状況を考えましょう。で、
これなんですけど、どう考えるかというと、まず A は Y に対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有するが、A が死亡したため、その債権は B 女と X が相続をします。これどういうことかというと、当然ね、交通事故の被害者は加害者に対してお金を請求できるわけです。これプレヘンであった不法行為ですよね。709条引いてください。故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を。過失、脇見運転という過失によって他人を殺してしまった者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負いますね。なので、A は Y に対して損害賠償請求権を持っていたわけです。なので A は Y にお金を払えって言えるんですけど、 A はなくなってますね。この請求権というのは A の債権、権利ですから、遺族が相続をします。で、その相続に対して X は出生前だけど生まれたものとみなされるから、 X もこの損害賠償請求権をまず相続できる、こういう話です。いいでしょうか。あとレジュメに書いてましたけど、当然この損害賠償請求権は結婚した奥さんの B さんも相続します。よろしいでしょうか。じゃあケースの続きですね。また子 X は Y に対し固有の慰謝料請求、これ不法行為でしっかりやりますけど、これ子として親を失った精神的苦痛の慰謝料を請求できる権利を有する。711条を見てください。他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても損害の賠償をしなければならない。子供は親が死んだ時に損害賠償を請求できる。そしてこの条文には721条を見てください。721条。胎児は損害賠償の請求権についてはすでに生まれたものとみなすということなので、この X はもう生まれたものとみなされて、さっきの損害賠償請求と別に固有の慰謝料を請求できる。ということになります。で、ここでくじけそうになりますよね。で、固有の慰謝料って話は実はですね、民法の最後の方にもう一回出てくるので、今分かんなくても構いません。でもイメージとしてこんな感じ。この A 男の損害賠償請求権は A 男自身跳ねられてものすごい痛い思いしてますよね。つか、なくなってますからね。その痛い思いの損害賠償請求権を X は相続する。これは A 男の苦しみです。あと A 男の逸失利益といって、働けなくなった分の給料とかそういうのも含まれてます。で、こっちは子供として親を失った X 自身の苦痛、こっち A 男の苦痛、こっち X 自身の苦痛、これ2本立てがあるんですね。まあ、どちらにせよ X はこの権利を出生前だけど手に入れることができる、そういう意味です。ただですね、権利としては持ってるんだけど、じゃあ生まれる前に裁判を起こせるかというと、それはできない。それが2ページ目の続きで、しかし現実に請求できるのは X が出生した後です。生まれた後に現実に請求できます。だから生まれる前でも抽象的に権利は持ってるんだけど、具体的に請求できるのは生まれた後だよ。 X が出生した後、実際には B が X をですね、これ逆ですね、すいません、直してください。 B、 お母さんである B が子供の X を代理して請求するということになります。ここまでよろしいでしょうか。で、これが具体例なんですけど、もう一回見ますよ。1ページ目に戻ってください。さっきの具体例を踏まえて、次の場合は胎児でもすでに生まれたものとみなされる。
不法行為に基づく損害賠償請求相続依存。ただしここの注意見てください。現行法上、胎児の財産を管理する法定代理人制度は存在しないので、胎児の状態で代わりに裁判を起こしてくれたり財産を管理してくれる人はいないので、胎児中は権利能力はないが、出生すると胎児の時に遡って権利能力があったものとして扱われる。で、今はこれ深く考えないでいいです。停止条件ってとこ学んだら分かるようになるんですけど、さっき言った通り、お母さんのお腹の中にいる間は抽象的には権利はあるけど具体的に請求できない。生まれてから初めて請求できるようになるんだ。それを出生すると、生まれると昔から権利能力があったものと扱われると表現をします。まあ、なんとなくでいいですよ。現実に請求できるのは生まれてからなんだ。それぐらいのイメージでまずは押さえてください。プレヘンでも言いましたけど、民法って最後までやらないと分かりません。なので、なんとなくモヤモヤした気持ちをこの辺に浮かべながらも前に前に進んでいきましょう。私から言えること一つなんですけど、もうくじけないでください。諦めないで最後まで進むことがまず一番大事です。ということで2ページ目に戻って、次は簡単。括弧3、権利能力の周期です。周期です。これは簡単です。死亡時に権利能力が消滅します。で、亡くなった方の財産は相続の問題になります。で、ここはさっと読んで理解しておくだけでいいです。で、3兆候、心臓拍動停止、呼吸停止、瞳孔散大、対向反射停止、この3つをもって死亡と解します。で、臓器移植法ってあるんですけど、これ移植の場面に限って脳死したものを死体として取り扱えるとしただけです。これ移植の場面限定です。一般的に脳死は人の死ではありません、日本の法律では。なので三兆候、心臓停止とかね、そういうことを言うんだ、そういう話になってきます。じゃあここまでが権利能力の話。次は意思能力って専門用語をやっていきます。括弧1、意味。意思能力というのは、自己の行為の結果を弁識、これ要するに理解して、理解とかそういう意味ですね、分かるに足りるだけの精神能力。簡単に言うと、自分が何をしてるか分かる能力です。で、今回民法なんで、要するに自分がやってる契約の意味とかが詳しくなくていいんですよ。大体素朴に分かるってことです。例えば今は、私はよく分かん細かいことは分かんないけど、中古車を買おうとしてるんだなとか、これは借金をする契約なんだなとか、そういったことが分かる能力、それを意思能力と言います。で、意思能力がないものが成した契約は無効になります。3条の2というところをご覧ください。3の2ですね。条文はね、本当にどんどん引きましょう。条文読んでわけわかんなくていいんで、とりあえず最初は引くことが重要。3条の2です。法律行為の当事者が、プレヘンでも申し上げましたけど、法律行為の代表格は契約ね。だから初心者のうちは法律行為は契約と読み替えても構いませんよ。契約の当事者が意思表示、例えば買いますとか売りますって意思表示をした時に、意思能力を有しなかった時は、その法律行為は無効とするということになります。で、なんで無効になるかというと、これね、契約をすると契約の拘束力が生まれますよね。プレヘンでやった通り。で、契約の拘束力が生まれるということは、裁判を起こされてしまうわけです。でも、なんで裁判まで起こされてしまうかというと、自分で分かってて契約したからですね。自由な意思で最悪破ったら裁判を起こされるぞということを分かってて契約書にサインしたから契約になるんです。逆に分からなかったら契約は無効とした方がいい。そういう意味で、意思能力がないものが成した契約は無効になります。で、意思能力がないものの例は、まず泥酔者、ちょっと酔ってるだけじゃダメですよ。ベロベロに酔ってて何やってるか分かんない状態の泥酔者、これは意思能力がありません。あと幼児、重度の精神病者で、担当でよく出るのはこれ、脅迫されて意思の自由が全くないもの、これはよく出ます。
意思の意思は民法では思うって字を使います。誤字ではありませんので注意してください。まあ、そういうものだと思ってください。で、これ、脅されて意思の自由が全くないものは、こんな感じ。ピストルをここに突きつけられてる竹山君。ここに突きつけられてサインしろって言ったら、断るって選択肢ないですよね。もうサインするしかない。これ意思能力がないとされます。で、脅迫、これ脅されることで民法ではこの字を書きます。脅迫による意思表示は取り消しうるだけ。本来脅されて契約をした場合は取り消しなんです。取り消しってのは取り消すかどうか本人が決めれる。取り消すまでは有効ってやつですね。96条を見てください。96条1項です。詐欺または脅迫による意思表示は取り消すことができる。脅されて契約をした場合は取り消せるだけです。取り消しってのは無効より弱いと思ってください。ちょっと板書で補ってみますか。取り消しと無効っていうのは後でしっかりやりますけど、今はイメージだけ。無効の方が強いと思ってください。効果として。取り消しは本人が取り消して初めて無効になる。これを取り消しと言います。取り消さないという選択肢もあります。無効ってのはこれ最初から無効、もうそんなものは効力がないんだ。で、普通の脅しの場合、サインしないと痛い目に遭わせるぞみたいに口で言われてるだけだったら取り消しだけです。でも、ピストル突きつけられて意思無能力だと最初から無効になるという強い効果になります。じゃあレジュメに戻りましょうか。ちょっと早いですかね。もうちょっと写しておきますが、取り消しってのは本人が取り消して初めて無効。無効ってのはもう最初から無効、取り消すとかそういう余地はなく、もう絶対無効だ、そういうイメージですね。で、レジュメに戻りまして、中です。脅迫による意思表示は取り消しうるだけだが、脅迫が強度で意思の自由が全くないと意思無能力として無効になります。よろしいでしょうか。ここで気づいた方いらっしゃるかもしれない。民法ね、細かいんですよ。取り消しとか無効とか微妙なニュアンスの違いありますよね。でもそこが大事だったりするんです。ぜひね、ちょっと細かいんですけど、そういう細部に気を使って覚えていってください。そして意思能力っていうのは、実は意思能力の定義も大事なんですけど、どっちかっていうと意思無能力なら契約が無効になる。これが最大のポイント。なので、わけわかんなかったらとりあえず意思無能力だったら契約は無効。これだけ覚えて先進みましょう。いいでしょうか。で、3つ目、行為能力。これが長いです。意味です。行為能力ってのは自ら単独で確定的に有効な法律行為をすることができる能力を言います。でね、これね、これも意思能力と同じ。行為能力って何かって考えると難しいんです。だから行為能力がないと逆にどうなるかの方が簡単で、行為能力がない代表例が未成年者なんですよ。未成年者って一人で車買ったりできないですね。親の同意書とか必要ですよね。一人で契約できない。このことを行為能力がないと表現します。未成年者をまず思い浮かべてください。未成年者は行為能力がないから一人で契約できないんだ、そういうイメージです。じゃあ詳しく見ていきます。この行為能力が制限されているのが制限行為能力者という人です。4種類います。マークしておきましょう。未成年者、成年被後見人、被補佐人、被補助人の4つある。未成年者は分かりますよね。今の法律だと20歳未満のもの、そのうち18歳未満のものになります。で、成年被後見人、被ってつきます。面倒を見られるから、被後見人、被補佐人、被補助人って4種類があります。で、3ページ目いきましょう。
で、行為能力って制度がある、種子、これを考えていきます。で、先ほど本来意思能力のないものが締結した契約は無効です。で、これは動きません、このルールは。しかし、意思能力があるか否かの判断は容易でない場合がある。これ何言ってるかというと、皆さん車屋さんの立場になって考えていきましょう。5歳の男の子、女の子でもどっちでもいいですけど、5歳の子が歩いてきて車くださいって言っても、この子には売れないなって分かりますよね。5歳だと意思能力ないです、さすがに。契約できません。でも17歳来たらどうします？17歳が100万円持って中古車買いたいんですけどって言ったら、意思能力おそらくありますよね。じゃあ12歳だったらどうですか？契約の意味分かる？分かりそうな気もする。10歳だったら、なんか10歳だったら人による気もしますよね。早熟な子とか賢い子だったら契約の意味分かりそうです。ということは、10歳ぐらいだと意思能力があるか否かの判断は容易じゃないですよね。ということは、もう面倒くさいですよね、お店屋さんにとって。だから法律決めたんです、一律のルールを。20歳未満は1人で契約できなくしましょう、面倒くさいから。これが行為能力制度の趣旨です。判断が微妙な場合もあるから、一律みんな契約できなくした。さらに、意思能力がないことの立証証明も困難。今度未成年者の側に立つと、10歳で意思能力ありませんでしたって証明するのは難しいですよね。なので、行為能力という概念を作り、一定の要件に該当すると、例えば20歳未満だと一律に行為能力が制限され、行為を取り消しうるものとした。これが行為能力制度です。で、民法っていうのは、一つね、取引の安全ってのを重視するんですよ。取引の安全っていうのは何かというと、取引っていうのはね、売買契約とか簡単に取り消しとか無効になったらお店屋さんたまらないですよね。だから逆に言うと、未成年者は一律に取引できないってした方が取引の安全守られますよね。お店屋さんは未成年者が来た時は必ず親の同意書を持ってきてねと言えばいいわけです。このようにすっきり分かりやすい制度にするために、行為能力というのがある。そんな感じで押さえていってください。じゃあ4つの制限行為能力者見ていきましょう。まず1つ目は未成年者です。この未成年者は、要件は20歳未満のもので、婚姻したものは除かれます。20歳未満のものが未成年者だと覚えておいていただければ結構です。で、これ条文はそれぞれのところ詳しくやるときに引きますので、まずは概要だけ押さえましょう。20歳未満のものは未成年者で、未成年者の保護者は親権者、親ですよね。で、親権者がいない場合は未成年後見人ってものがつきます。今は概要だけ言いましょう。で、この未成年者だけ特殊です。で、あとの3つは見ていきましょう。成年被後見人っていうのは、精神上の障害により受理を弁識する能力を欠く状況にあるもので、プラス後見開始の審判を受けたものです。精神上の障害、典型例が認知症、他に強度の精神病の場合もあります。まずは認知症でいきましょうか。認知症のおじいちゃん、おばあちゃんが受理を弁識する能力を欠く、物事を全くわからないで状況にある。で、普通のうちの状況とこれ違いますよね。この状況っていうのは、常にそういう状況ってことです。普通状況ってこれですよね。これじゃなくてこっちなんですよ。上が違うね。等になってるね。状況ね、常にこういう状況にある。だから一瞬じゃないんですよ。常にこういうふうに受理弁識する能力を欠く状況にあって、後見開始の審判、家庭裁判所がこの人を成年被後見人にしますよって審判があれば、そのね、認知症のおじいちゃん、おばあちゃんは成年被後見人というものになります。この要件2つ必ず覚えてください。受理を弁識する能力を欠く状況プラス後見開始の審判、
各状況だけじゃダメです。必ず審判を受けないと成年被告人になりません。で、面倒を見る人は保護者、成年後見人です。見られる方に非という字がつきます。じゃあ3つ目、非補佐人。これは精神上の障害により自理を弁識する能力が著しく不十分、各状況よりは若干弱くなりましたね。一応何か意味は分かるんだけど、その能力が不十分で、補佐開始の審判、この人補佐人にしますよ、非補佐人にしますよという審判を受けたら非補佐人になります。保護者を補佐人。で、最後非補助人。これは精神上の障害による自理を弁識する能力が不十分、まあまあ能力があるんだけど若干不十分で、この人を非補助人にしますよって補助開始の審判があったら非補助人になります。で、保護者を補助人です。で、成年被告人、非補佐人、非補助人は、イメージとしては認知症の方なんですけど、各状況ですよね、これ。各状況、著しく不十分、不十分ということで、障害が強度なのが成年被告人で、非補助人だと弱くなっていく。このようにグラデーションで3段階あるんだと思ってください。成年被告人は全然わからない。非補佐人はちょっとわかるんだけど著しく不十分、非補助人は大体わかるんだけどちょっと不安な点がある、そういったイメージです。で、完全イメージなんですけど、認知症で何にもわかんない人は成年被告人で、認知症でまあまあ会話を通じるんだけど、例えばね、大事な売買とか任せられないとか、ちょっと騙されそうだなっていうぐらいだったら非補助人、そういったイメージになります。特にこの各状況、著しく不十分、不十分というのは覚えておいてください。で、この未成年者は年齢で決まるんですけど、成年被告に、被補佐に、被補助には審判が絶対必要です。じゃあこれ審判ってね、家庭裁判所である裁判のようなものなんですけど、審判が誰が請求できるかというと、本人と、これ要するに被補助人になるべく人、本人と一定の近親者と検察官です。なんと検察官もできるってことは知っておいてください。7条をご覧ください。民法の7条、後見開始の審判です。精神上の障害により自理を弁識する能力を各状況にあるものについては、家庭裁判所は本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人、または検察官、入ってますよね、検察官の請求により後見開始の審判をすることができる。一定の親族の範囲はまだ覚えなくていいんですけど、検察官が入っていることは知っておいてください。で、これなんで検察官入ってるんでしょうか。これね、2つぜひイメージしておいてください。1つはね、まずこの制限行為能力制度、成年被告人みたいな制度は本人を保護するための制度です。本人ってのはこの人たち、この人たちが変な契約をして困ったら困るから、本人を保護するために成年被告人とか被補佐人とかにする、これが1つ目。次に検察官の役割です。検察庁法という法律を見てください。検察庁法4条をご覧ください。検察官の職務です。検察官は刑事について控訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、かつ裁判の執行を監督し、また裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に通知を求め、また意見を述べ、また次ですね、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。検察庁ってのは何も悪い人を処罰しろというだけじゃなくて、公益の代表者としてパブリックなことを行うんですよ。ということは、他の親族が申し立ててくれない場合でも、この人危ないなと思ったら本人のために検察官が審判を請求する、そういったシステムになっています。
で、11条、民法の方ですね。民法11条も引いてください。これが補佐の話です。11条、精神上の障害により自理を弁識する能力をが著しく不十分であるものについては、家庭裁判所は本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、または検察官、入ってますよね。検察官の請求による補佐開示の審判をすることができる。ただし、7条に規定する原因があるものについては、この限りでない。青年被後見人の原因があるものは違うよと言ってます。検察官入ってます。最後ですね、15条ですね。これ引いてください。15条1項、精神上の障害により自理を弁識する能力が不十分であるものについては、家庭裁判所は本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、補佐人、補佐監督人、または検察官の請求により補助開示の審判をすることができる。ただし、7条または11条本文に規定する原因があるものについては、この限りでない。まあ、そういうことになります。じゃあ、制限行為能力者が契約とか勝手にしてきた場合はどうなるかというと、もちろんね、例外もあるんですけど、保護者も制限行為能力者本人も取り消すことができます。これポイントで、未成年者が一人で契約をした場合は、親が取り消せるのはもちろん、契約をした未成年者自身も取り消せます。17歳の子が勝手に親に勝手に車を買ってきた。未成年者が契約したんだけど、未成年者も取り消せる。これ未成年者保護のための制度だってから。ここに書いて120条1項を引いてください。行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者、これ未成年者本にも入りますよね。他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む、またはその代理人、承継人、もしくは同意をすることができる者に限り取り消すことができる。制限行為能力者本人も取り消せるってことは、担当でよく出てる知識なので知っておいてください。よろしいでしょうか。じゃあ4ページ目、これ先取り学習と書いてるんですけど、今年はですね、プレ編がありましたので、プレ編でこれやってる内容です。で、プレ編見てない人は後で読んでおいてください。ただプレ編を見ていただいた方がいいと思います。で、プレ編のどこの知識が必要かというと、20条と。20条とは、登記がある方が勝てるって知識を思い出しておいていただければ結構です。それをこれから使います。では7ページ目いきましょう。制限行為能力者による取り消しは、取り消し前の善意の第三者にも対抗可能。この辺りから民法っぽい論点っていうのは問題点です。解釈が分かれる点です。論点が出てきます。論点 B ランクってことは ABC の中で中間、まあまあ大事です。理由、取り消すとその行為は訴求的無効、また第三者を訴求効から保護する特別の条文がない。わけわかんないですよね。専門用語のオンパレードですが、ここ大事なので具体例で見ていきましょう。で、未成年者 A は拘置を B に打った。その後 B は何も事情を知らない C に拘置を打った。その後 A は B との売買契約を取り消した。この事例で考えていきます。これめちゃくちゃ大事な事例です。図を描いてゆっくりいきましょう。で、未成年者です。未成年者が拘置を B に売りました。時系列が大事なので、まずこれ売買です。もちろんこの段階で A は売買契約を取り消すことができます。また当然 A の保護者である親権者もこの売買契約を取り消すことができます。
ところがですね、A が取り消さないうちに B はその後、何も事情を知らない C に公と地を売りました。で、C は B が未成年者から買ったってことを知らない。知らないことを民法では善意と言いました。善意です。C さんは何も知らずに不動産屋さん B から土地を買ったんです。ところがですね、C が買った後に未成年者がこの売買を取り消しました。すると、この土地は A に戻ってくるのか、それとも C のものになるのかって問題です。なんとなく利益状況分かりますよね。利益状況ってのはどういう関係にあるか。C さんは C さんで普通に B から買っただけだから土地は自分のものと言いたい。一方 A は、いやいや私は未成年者でここの売買契約取り消したから土地は私のものだと言いたい。もちろん一番悪いのは B なんですけど、B の責任追及は置いといて、 A と C なら土地はどっちのものになるのか、これを論じていくんです。で、民法でね、こういう方いらっしゃると思います。いやいや B が一番悪いんだから B に対して責任追及をすればいいじゃないか。それはね、おっしゃる通りです。その通りなんですけど、大概こういう悪いやつっていうのはお金を持って逃げています。いや本当に現実そうなんですよ。だから裁判になるんです。 B さんがいてね、ごめんなさいってお金払うんだったら裁判になりません。一番悪い黒幕が消えて、ある意味被害者である A と C がどっちが負担をかぶるかで争ってるのがよくある民法です。じゃあ土地どっちのものになりますかってのを考えていかなきゃいけないんです。しかも法律の条文に沿ってです。で、まずそこを解きほぐすキーはこれです。7ページの上から3行目見てください。取り消すとその行為は訴求的無効です。最初から無効、最初からなかったことになります。121条をご覧ください。取り消された行為は初めから無効であったものとみなす。最初からなかったものとみなされるんです。とすると、これどういうことかというと、取り消すと一売買は最初からないんですよ。訴求的無効ってのは最初からないということです。つまり取り消した瞬間にここの売買が存在しないことになっちゃうんです。その結果、いいですか、 C は B から土地買ったんだけど、 B さんっていうのは他人の土地を勝手に売っただけになります。ここ難しいんでゆっくりいきますよ。取り消した瞬間にこの売買は締結当初からもう存在しないことになります。存在が消されます。これが訴求的無効の意味。その結果、これね、 B さんは B は他人 A の土地を C に売っただけになります。で、プレヘンでやった通り、 B は無権利者と言います。この B は無権利者。無権利者から土地を買っても所有権は手に入れられないので、結果 C は所有権を取得できない。そういうことになります。いいでしょうか。この流れ重要ですよ。取り消すと売買は最初からなかったことになる。 B は A から買った事実がない。ということは B は他人 A の土地を勝手に C に売った悪いやつ、ただの無権利者です。 C は無権利者 B から土地を買ったんだけど、そんなものは所有権取得できないから C は所有権を取得できない。こういうことになります。まずここまで押さえてくださいね。
で、話はそう単純ではなくて、もう一ひねり必要。さらに、7ページの上から3行目見てください。また、第三者を訴求行から保護する特別の条文がない。こういったシチュエーションってのは民法いろんなシーンで出てくるので、実はですね、この C さんかわいそうだから今回は C さんを保護してあげようっていう特別の条文がある場合があります。これだいぶ後でやりますけど、詐欺の場合は C さん保護されるんですよ。 C さんの A さんじゃなくて C さんを保護しようっていう条文で処理することがあります。でもこの未成年者とか行為能力の場合は C を保護する条文っていうのはありませんので、原則通りこれでいい。で、これプラス、信用を保護する条文もない。だから、原則通り、C は保護されない。保護されないと所有権取得できない。ほとんど同じ意味です。いろんな言い回しをしますので慣れておいてください。いいでしょうか。これね、論文問題にも出るような大事な論点です。この考え方をしっかり慣れていってください。この考え方と同じ考え方がこれから何度も何度も何度も繰り返し繰り返し出てきます。今ね、苦しいだろうけど、今知っとくと結構楽になります。じゃあね、この問題もうちょっと突き詰めていきます。実は C さんが出現したタイミングと取り消しのタイミングが重要です。これは A が売って、 B が売ってから取り消しですよね。C は A の取り消しの前に物を買ってますよね。取り消し前に出現した C さんを取り消し前の第三者と言います。今回は取り消し前の第三者に関する話です。じゃあ、これを踏まえた上でもう一回7ページ目のレジュメに戻りましょう。制限行為能力による取り消しは取り消し前の善意の第三者には対抗可能。この言葉の意味やってきますね。これ要するに、A は取り消しを C に主張できるってことで、A が勝つっていうことを言ってるんですよ。A が取り消しを C に対抗できる。対抗ってのは主張だと思っても構いませんよ。主張できる結果、A が勝つってことです。ということは、これらの意味はほとんど同じです。A が C に対抗か、A が所有権を取得。A が勝つ。C が負ける。C は所有権を取得できない。C は保護されない。他にも言い回しいろいろありますけど、この言い回しは全部ほとんど同じ意味です。もちろんね、シチュエーションによっては違う場合もあるんですけど、ほとんど同じ意味ということはぜひ押さえておいてください。そして慣れてってください、言い回しに。 A が C に対抗か。対抗ってのはとりあえず主張のことだと思っていいですよ。 A は C に取り消したってことを主張できる。そういうことは A が所有権取得できる。A が勝つ、C が負ける、C は所有権を取得できない、C は保護されない。こんなものはほとんど同じニュアンスの意味になります。よろしいでしょうか。じゃあ、ここまでが取り消し前の第三者ですよね。
わざわざ取り消し前の第三者ってやったことは、取り消し後の第三者がいるわけですね。で、取り消し後の第三者は取り消し前とは全く違った処理になります。で、レジュメ7ページ真ん中、取り消し後の第三者とは対抗関係に立つ理由復帰的物件変動論、ここやっていきましょう。で、この論証1番、論証っていうのはね、これ論文のパーツになるところです。で、この論証をですね、皆さん書けるようにしてください。論証を書けないと論文書けません。なぜかというと論文のパーツが揃ってないからです。で、この論証は一言一句同じく覚える必要はありません。似たようなことが書ければいいだけです。じゃあまず一発目の論証なので丁寧に見ていきましょう。制限行為能力取り消しと第三者、こういう事例です。未成年者 X が B に土地を売ったところ、 X の保護者が XB 売買を取り消した。しかし X が登記を復帰させる前に B は C に土地を売却し、 C が登記を備えた。 C は所有権を取得できるかという問題です。まず問題の状況を理解するために図を書いていきましょう。こんな感じですね。 X は未成年者です。未成年者が B に土地を売ります。で、X の保護者が XB 売買を取り消しました。まあ、X 自身が取り消しても同じなので、未成年者側の人間がこれを取り消したとしましょう。で、取り消したら、本来ね、B から X に登記を戻さなきゃいけないんです。でも、登記ってのはプレヘンでやった通り、手続きをしないと動きません。X 側はその手続きをしなかった。すると、X が登記を復帰戻す前に B が C に売っちゃった、丸三売買。 C は取り消した後に出てきましたから、この C のことを取り消し後の第三者と言います。で、その後 B から C に登記が移りました。 C は取り消し前だったら一切保護されない、取り消し後だったら保護されるのかという話です。これどう考えるんでしょうか。じゃあ論証の続き見ていきましょう。この点実質的に見ると、一旦 B に移転した物件が取り消しにより X に復帰したと見ることができる。したがって B を起点とした B 矢印 X、 B 矢印 C との二重譲渡類似の関係が生じている。また未成年者 X も登記を復帰できるのに復帰しなかった点に落ち度があり、無制限に保護する必要はない。したがって XC は対抗関係にあり、先に登記を備えた方が確定的に所有権を取得すると解する。何書いてるか意味わかりませんね。まずはこの意味を何とか理解しましょう。で、実はね、この事例があるのでプレヘンで二重譲渡をやりました。これね、今からは所有権の流れで見ていきます。所有権の流れで見ると、 X が1回 B に売買で売ったんですよね。ということは、所有権の流れは所有権の流れで見ると、X から B に一旦流れてますよね。X から B に一旦売買で所有権が移転してる。わざとこういう縦の図で書いてます。で、取り消したら B から X に戻りましたね。
だから1回 X から B に所有権流れたけど、 B から X に取り消しで戻った。しかしその後 B は C に行った。 B から C にも流れてる。でここで丸2と丸3の流れに着目してください。 B から X に所有権が流れて、 B から C にも所有権が流れてる。同じ人から矢印2本出てますね。でここで二重譲渡って思い出してほしいんですけど、二重譲渡ってのも B が C に物を売って X に物を売った、こういう関係ですよね。似てません？所有権の流れで見ると BXBC と二重譲渡が極めて類似している。なので同様の処理をして、投機を先に備えた方が勝ちとしたんです。二重譲渡と全く同じ処理をするんです。これ絶対絶対絶対覚えておいてください。これだけで論文でも単答でも出るような知識です。いいですか？所有権の流れで見ると、売買取り消し売買で二重譲渡と2、3が一緒だから、二重譲渡と同じ処理で X と C の勝ち負けは先に登記を備えた方が勝ち。これ知らない方はプレヘンぜひ見てください。そういうことになります。であとね、この知識も覚えておいてください。二重譲渡みたいに同じ人から矢印2本出てる関係を対抗関係と言います。いいですか？所有権の権利の流れで見て、同じ人から矢印2本出てる関係、 B 矢印 X、 B 矢印 C のような関係を対抗関係、正確に言うとこの C と X の関係を対抗関係と言います。要するに争ってる者同士ね。 B から手に入れた C と X の関係を対抗関係という。でここで素晴らしい定理みたいなものが出てきます。この対抗関係はすべからくこの処理をします。対抗関係は登記を先に備えた方が勝ちという処理をする。これめちゃくちゃ重要ですよ。同じ人から所有権の矢印2本出たこの C と X を対抗関係といって、 CX はすべて登記がさを先に備えた方が勝ちって処理をする。これからずっとずっと出てきますので、ぜひ今覚えてください。いいでしょうか。じゃあ今言ったことを文章で書いたのが論証です。続きを見てまいりましょう。でこの点、実質的に見ると、一旦 B に移転した物件が取り消しにより X に復帰したと見ることができる。そうですね。で、従って B を起点とした B 矢印 X、B 矢印 C との二重譲渡類似の関係、これが生じています。また未成年者 X も登記を復帰できるのに、復帰しなかった点に落ち度があります。だから未成年者 X の方を無制限に保護する必要はない。ということで XC は対抗関係にあり、先に登記を備えた方が確定的に所有権を取得すると解する。まあそういったことになってきます。で、対抗関係の条文、民法177条引いておきましょう。不動産に関する物件の特措及び変更は不動産登記法、その他の登記に関する法律の定めるところに従い、その登記をしなければ第三者に対抗することができない。所有権の取得は物件の得にあたります。なので不動産に関する所有権の取得は不動産登記法、その他の登記に関する法律の定めるところに従い、その登記をしなければ第三者に対抗することができない。つまりこれ X は
自分がね、丸二で所有権を取得したってことを登記しないと C に主張できない。 X は登記がないから C に主張できない。一方 C は自分が所有権を取得したということは登記があるから X に主張できる。その結果 C が勝つということになっています。今私何度もくどい説明してますけど、それぐらい重要なところだと思ってください。よろしいでしょうか。結局取り消し後の第三者は登記があれば勝つ、保護される。取り消し前の第三者は保護されない。制限行為能力の場合はそういう結論になりました。で、この取り消し前取り消し後ってのは制限行為能力は今回ありました。他にね、詐欺とか錯誤とかいろんなパターンがあります。パターンごとに処理は違いますので注意してください。よろしいでしょうか。で、あとですね、取り消し前の第三者、ちょっと補足です。原則通り C は保護されないんですけど、別の条文で保護されることがあります。これどっかにメモしておいてください。取り消し前の方ね、94条2項累進の可能性はある。これだいぶ先にやることなんですけど、メモしておいてください。取り消し前の第三者の場合、これ取り消し前の第三者。これ94条2項累進で保護される可能性はあります。あくまで可能性です。ここまでよろしいでしょうか。では今日ね、制限行為能力取り消し前の第三者と取り消し後の第三者の処理、この7ページはめちゃくちゃ重要ですので、しっかり復習しておいてください。で、8ページ目から個別の未成年者とかの知識になります。括弧に未成年者です。括弧は意味です。未成年者っていうのは20歳未満のものを言います。民法の4条をご覧ください。で、これなんですけど、おそらく皆様の六法には年齢18歳をもって成年とすると書いてると思います。ただその横っちょに本条の改正は平成34年4月1日から有効と書いてるので、この講義してる当初はこの条文ね、まだ施行されてません。効力がないんです。昔の条文の年齢20歳をもって成年とするってのが効力ある条文です。なのでここは改正法が施行されると18歳になるけど、今は20歳未満のものです。で、20歳未満のものでも婚姻をした場合、女性は16歳、男性は18歳から結婚できるんですけど、その場合は成年者とみなされます。婚姻義姓と言います。753条です。753条をご覧ください。で、これも削除されてますけど、この改正も平成34年からなので、まだ削除されてない状態なんです、実際は。で、おそらく横っちょに753条、昔の条文があると思います。未成年者が婚姻をした時は、これによって成年に達したものとみなす。これも改正法が施行される前は残ってます。これなぜかというと、これね、例えば16歳で結婚した時、結婚して自分で家借りられない、契約できないって不便ですよね。だから結婚した場合は大人にしよう、そういう話です。ただこれは民事関係のみです。で、成人したからといってタバコを吸えるわけでもないですよね。あくまで契約関係だけ成年者とみなされるだけということになります。次の黒星ご覧ください。で、未成年者の行為は法定代理人の同意を得ない場合、原則取り消すことができる、そういうことになります。5条2項ご覧ください。5条1項からいきましょう。5条1項、未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、または義務を免れる法律行為についてはこの限りではない。まあ契約ですね、法律行為の代表は契約ですけど、未成年者が契約をするには法定代理人の同意が必要で、2項で前項の規定に反する法律行為は取り消すことができる、そういうことになります。で、原則法定代理人の同意を得ない場合は取り消すことができるんですが、
同意がなくても取り消すことができない行為があります。つまり親に勝手にやっても取り消せない行為がある。でまず当然ですけど、保護者が同意した行為は取り消すことができません。あとね、次、保護者から渡された一定の財産の処分、5条3項をご覧ください。第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において未成年者が自由に処分することができる。例えば親から、これ大学の学費に使いなさいと渡されたお金を振り込んだ、取り消せるわけないですね。車買っていいよって言って渡された財産で車を買った、それは取り消せません。でさらに5条3項続きを見てください。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも同様とする。この代表格はお小遣い。お小遣いってのは、親がね、子供にね、1万円例えば渡して、目的定めないで渡したけど自由に使っていいよっていう意味で渡したんですよね。それは子供自由に使えるし、そのお小遣いで何かを買っても取り消せない、そういうことになります。さらに次いきましょう。単に権利を得または義務を免れる行為、5条1項正し書きを見てください。こう正し書きっていうのは、5条1項最初から見ますと、未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない、ただしの次です。ただし単に権利を得または義務を免れる法律行為についてはこの限りでない。単に未成年者が権利を得るだけ、あるいは義務を免れるだけの行為は、未成年者にとってメリットしかないから取り消すことができません。例えばですね、未成年者が何の見返りもなしに車をもらったとしましょう。これって未成年者にメリットしかないですよね。で、車をもらうことも立派な贈与契約という契約なんですけど、こんなものは未成年者にメリットしかないので取り消せない、そういうことです。あと義務を免れるというのは、未成年者が借金を免除してもらう、そういうことも取り消せません。未成年者にデメリットがないからです。じゃあ次行きましょう。保護者が未成年者に営業を許可した場合、その営業に関する行為です。6条をご覧ください。一種または数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する。例えば16歳なんですけど、親がね、あなたもうバイク屋さんやっていいですよと許可した、親が営業を許可した場合は、その営業の範囲内の行為は大人と同じことができるということです。ただ気をつけてください。これね、保護者が未成年者に営業を許可した場合、その営業に関するですよ行為、バイク屋やっていいって言ったなら、バイク屋に関連することは一人で自由にできるけど、全然関係ないこと、家を買うとかそういうことは一人でできません。あくまで許可された営業に関する行為だけです。さらに遺言、遺言ってのは15歳に達したら自由にできるとなってます。961条をご覧ください。961条、15歳に達した者は遺言をすることができる。あ、この遺言っていうのは遺言とも言います。で、日常用語だと遺言っていう人の方が多いと思いますけど、法律家は遺言っていうことが多いです。ちなみにどちらの呼び方も正しい読み方です。遺言っていうのは、自分が亡くなった時に財産を誰に渡すかを書く手紙のことを言いますよね、書類のことを言います。遺言は15歳になったら自由にできます。さらに着出でない子、着出ってのは後でやりますけど、結婚している男女間の子供じゃない子の認知、つまり男性ってのはね、結婚してない女性と、子供を作った場合は認知というものをしないと、自分の子供だと戸籍に記載されないわけです。で、この認知をするってのは、親の許可とか同意とかそれと関係ない話ですね。だから親の同意とかなしに自由にできるということになります。780条を見てください。認知をするには、父または母が未成年者または成年後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。なので、
親の許可なく自分の子だという認知はできる。そういうことになります。このあたりは単刀知識ですけど、ぜひね、条文を引きながら復習をしておいてください。じゃあ次ですね、保護者の権限見ましょう。未成年者の保護者は法定代理人になります。通常は親権者です。親がなります。818条を引いてください。818条1項、成年に達しない子は父母の親権に服する。父母の親権に服します。で、父母が離婚する場合はどうかっていうと、819条1項、父母が競技場の離婚をするときは、その競技で一方を親権者と定めなければならない。どちらにせよ離婚したときも親権者っていうのは存続します。で、親権者がいないとき、例えば父母が亡くなったときとか、または親権を行う者がこの財産を管理する権限を有しないとき、まあ特殊な場合ですけど、そういう場合は後見人が保護者になります。838条ご覧ください。838条、後見は次に掲げる場合に開始する。1号、未成年者に対して親権を行う者がないとき、または親権を行う者が管理権を有しないとき。2号、後見開始の審判があったとき。この2つに後見が開始します。そしてですね、838条1号の方をちょっと板書で書いておきましょう。こっちを未成年後見人、まあ、未成年後見、838条2号の方を成年後見と言います。未成年後見っていうのは、親権者がいないときに未成年者の面倒を見るために開始するのが未成年後見。成年後見っていうのは、いいですか、大人じゃないですよ、自理弁識能力を書くときのための後見で、未成年だからこっち、成年だからこっちではないです。これ担当の引っ掛け問題なんですね。この成年後見は自理弁識能力がないときの話なので、未成年でもつくことは可能性はあります。自理弁識能力の話、こっちは親権者がいない、そういう話ね。全然シチュエーションが違います。大人だとか子供とかそういう区分ではないです。親権者がいないときは未成年後見人がつく、で自理弁識が能力がないときは成年後見人がつく、そういう話です。いいでしょうか。じゃあ次ですね、でこの辺りも担当知識なんですけど、未成年後見人は2人以上つくことも法律上可能です。840条ご覧ください。840条1項から見ていきましょう。840条1項、前条の規定により未成年後見人となるべきものがないときは、家庭裁判所は未成年被後見人、またはその親族その他の利害関係人の請求によって未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けた時も同様とする。そして2項ですね、未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は必要があると認める時は、前項に規定するものもしくは未成年後見人の請求によりまたは職権でさらに未成年後見人を選任することができる。さらに未成年後見人を選任できるってことは、2人以上ができるってことですよね、未成年後見人。これぜひ覚えておいてください。で、なんでこれがよく出るかというと、昔はね、1人じゃなきゃダメっていう法律の時代があったんですよ。それとの絡みで、よく出題されるところです。で、さらに未成年後見人誰がなるかというと、これは家庭裁判所が選びます。これも頭の片隅に入れておいてください。さらに法人も可能です。自然人って生身の人間じゃなくて、法人、株式会社みたいなものも未成年後見人になることが可能です。840条3項ご覧ください。未成年後見人を選任するには、
未成年後見人の年齢、心身の状態、並びに生活及び財産の状況。未成年後見人となる者の職業及び経歴、並びに未成年後見人との利害関係の有無。未成年後見人となる者が法人であるときにはって書いてるということは、法人が想定されている。その事業の種類及び内容、並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無、未成年被後見人の意見、その他の一切の事情を考慮しなければならない。ということで、法人って書いてる以上は法人がなることが想定されている。そういうことになります。よろしいでしょうか。次、ケースご覧ください。ケース丸一番です。未成年者は保護者の同意を得ずに100万円で車を買う契約を締結した。勝手に締結してきた。この場合に保護者は何ができるかという問題、これが一つで、丸二、未成年者が有効に契約を締結するためには何をすればいいか、こういった問題を考えていきましょう。まず丸一番の方、未成年者が保護者の同意を得ずに勝手に車買ってきた。保護者何ができるか。で、まず丸一番の答えなんですけど、保護者はけしからんと言って売買契約を取り消すことができます。これ逆に言うと、保護者には取り消し権、これがあるということです。取り消し権マークしておきましょう。で、さっきも引きましたが、もう一回引きましょう。5条2項、前項の規定に反する法律行為は取り消すことができる。民法というのは権利義務に関する法律ですから、このなんちゃら権ってのが重要です。保護者には取り消し権がある。で、一方で保護者は、まあしょうがないな、いいよ、売買契約を後から認めてやるってこともできます。この後から認めることを追認と言います。保護者は売買契約を追認することもできます。これを追認権と言います。条文は122条です。取り消すことができる行為は、120条に規定するものが追認したときは以後取り消すことができない。追認したら取り消すことができない。有効になります。で、矢印の次に書いている通り、追認すると売買契約が確定的に有効になり、その後取り消せなくなる。保護者が追認すると取り消せなくなります。じゃあもう一回122条を見てくださいね。取り消すことができる行為は、120条に規定するものが追認したときは以後取り消すことができない。ということは、120条に規定するものは追認できますよね。120条見てください。1個、行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者、他の制限行為能力者の法定代理人として、した行為にあっては当該他の制限行為能力者を含む、またはその代理人、承継人、もしくは同意をすることができるものに限り取り消すことができる。つまり、取り消すことができるものと追認することができるものは一致するという話ですね。もちろん例外的に一致しない場合もありますけど、これぜひ覚えておいてください。取り消し権者と追認権者は、原則一致します。原則ですよ。例外ありますよ。法律っていうのは大抵例外があるので注意してください。原則っていうとね、なんかすごい突っかかってくる人いるんです。先生、原則ってくる例外なんですか？でもそういうもんなんですよ。本当に例外っていうのが細かい例外があるので、まずは原則、大体はっていう意味です。大体は一致するんだなということで押さえてください。122条で、これ何でかというと、取り消しと追認っていうのは表裏の関係にあるんです。取り消せるってことは逆に認めることもできますよね。取り消しと追認は表裏一体、表裏の関係です。
こういうイメージもぜひつけておいてください。よろしいでしょうか。じゃあ次、丸二の問題に行きましょう。丸二は未成年者が有効に契約を締結するには何をすればよいかという話です。で、9ページ目ですね。で、丸二の答えといって、まずは保護者の同意を得る。あらかじめ同意を得てくるといいですよね。同意権。包括的同意も可です。包括的同意ってのは、今日はどんな契約もやってきていいよとか、そういったざっくりしたまとめた同意も可です。で、あと、目次の同意も可。匂わせる感じでもいい。目次の同意ってのは明確にいいよって言ってないけど、おそらくいいよと言ってるんだろうな、そういうニュアンスで同意しているように受け止められる場合でもいい、そういうことです。目次の同意と言います。さらに次ですね。保護者に代理して契約を結んでもらう。保護者が代わりに契約をしてくる。これもあります。824条をご覧ください。親権を行う者は、この財産を管理し、かつその財産に関する法律行為について、その子を代表する。代表するというのは代わりにやるっていうイメージです。ただし、その子の行為を目的とする際も生ずべき場合には本人の同意を得なければならない。まあ、ただし書きは気にしなくていいんですけど、親権者はこう代理できる、代表できる。代理と代表はほとんど同じ意味だと今は考えておいてください。まあ、そういった話になってきます。ここまでよろしいでしょうか。じゃあ次は成年非後見人に行きましょう。未成年者とガラッと変わります。括弧は意味です。成年非後見人というのは、精神上の障害により自理を辨識する能力を各状況、常に各状況にあるもので、後見開始の審判を受けたもの、これを成年非後見人と言います。で、くどいようですけど、もう一回7条を見てください。精神上の障害により自理を辨識する能力を欠く状況にあるものについては、家庭裁判所は本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人、また検察官の請求により後見開始の審判をすることができる。8条もご覧ください。後見開始の審判を受けた者は成年非後見人として、これに成年後見人を付する。まあ、こういったことになっています。で、審判の申し立てがなされ、審判の要件を備えるときは、家庭裁判所は必ず審判しなければならない。要件満たすときは絶対に非後見人にしなきゃいけないということです。家庭裁判所がこの場合はやめとこうとか、そういう家庭裁判所の自由な判断はないということです。で、逆に要件が消滅したとき、例えば認知症がね、まあ、現代学では治らないと言われてますけど、治ったときは請求により家裁が審判を取り消します。10条です。もちろん、重度の精神病の場合は回復する可能性がありますから、取り消しってのはあり得ることです。10条、第7条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、括弧未成年後見人及び成年後見人を言う以下同じ、後見監督人、括弧未成年後見監督人及び成年後見監督人を言う以下同じ、また検察官の請求により後見開始の審判を取り消さなければならない、そういうことになります。で、これ、請求により審判を取り消すってあるんですけど、家庭裁判所が審判を取り消さない限り、ずっと成年非後見人です。たとえ精神病が回復しても審判取り消しが必要。これも担当によく出てますので押さえておいてください。で、宣告は将来に向かって消滅です。訴求的じゃないですよ。宣告で、まあ、将来に向かって消滅する。取り消してから将来のことだけ消滅します。これね、すごく重要なんですよ。だからこれ、成年非後見人の審判。番があって、
ここで取り消されたとしますよね。取り消されたとしても、訴求効がないから、ここから、要するに行為能力ありになる。で、ここの行為能力なしの事実は、行為能力制限の事実は消えません。これは取り消しによってここは消えない。だからここの間にした行為は取り消し、審判の取り消しであっても、ここ取り消されるってことです。あくまで将来に向かって行為能力ありになるに過ぎない。これはぜひ知っておいてください。じゃあ続きですね。で、成年被告人の行為は一定の行為を除き取り消すことができます。9条を見てください。成年被告人の法律行為は取り消すことができる。ただし、日用品の購入、その他日常生活に関する行為についてはこの限りでない。原則取り消すことができるんですけど、取り消すことができない行為は、まず日用品の購入、普通にコンビニでおにぎり買ったとか、その他日常生活に関する行為、バスに乗ったとか、そういった行為は取り消せません。そこまで取り消す必要はないからです。さらに、婚姻離婚など身分法上の行為、これも取り消せません。だって、成年被告人が結婚してきたのを成年後見人が取り消すっておかしいじゃないですか。これね、いかにね、例えばね、認知症でちょっとね、言い方悪いですけど、これ騙された結婚なんじゃないかと思ってても、それは本人がいいと言ったんだから、それは本人の意思を尊重する。婚姻とか離婚とか身分法上の行為は本人の意思を尊重すべきなので取り消せません。で、注意してきていただきたいのは、これマークしましょう。保護者の同意は無効。保護者が同意しても成年被告人には自由に契約できません。だから保護者が同意があったとしても、成年被告人が契約をした場合、その契約は取り消すことができます。なぜか、成年被告人っていうのは自理弁識能力がないので、同意の意味すらわからないからです。保護者が同意してもそもそも分かってないので、取り消しか。だから保護者が同意しても取り消すことができる。これぜひ覚えておいてください。じゃあ次、うですね。保護者、成年後見人の権限です。まず代理権があります。成年後見人は成年被告人の代わりに本人の契約をすることができる。859条をご覧ください。859条1項。後見人は被告人の財産を管理し、かつその財産に関する法律行為について被告人を代表する。で、取り消し権、9条をご覧ください。成年被告人の法律行為は取り消すことができる。保護者も取り消せます。さらに追認権もあります。追認権は122条、さっき見た条文で取り消し権があるから追認権がある。そしてくどいようですけど、同意権はないです。同意しても取り消すことができるってことは、保護者の同意は意味がない。意味がないってことは同意する権利もないということになります。で、成年後見人という保護者は裁判所が選任します。で、未成年後見人と同様で複数、これ可能です。843条3項ご覧ください。843条1項から見ていきましょう。家庭裁判所は後見開始の審判をするときは職権で成年後見人を選任する。3項。成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は必要があると認めるときは、前項に規定するもの、もしくは成年後見人の請求により、または職権でさらに成年後見人を選任することができる。さらに選任できるということは複数が可能ということです。さらに法人可能です。4項をご覧ください。成年後見人を選任するには、成年後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに、成年被後見人との利害関係の有無、成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びに、
その法人及びその代表者と青年被告人との利害関係の有無、青年被告人の意見、その他一切の事情を考慮しなければならない。法人っていう言葉が入ってるということは、法人もできるということです。さらに、夫婦の一方が当然に成年後見人になるわけではない。昔は法律で夫婦の片方が成年被後見人になる場合は、夫婦のもう片方が成年後見人になるっていう条文が昔ありました。でもそれ削除されました。なぜかというと、精神病の場合はまだそうじゃないんですけど、認知症の場合って夫婦普通お互い高齢の場合が多いじゃないですか。片方が成年後見人になっても大変なので、その規定は削除されました。よろしいでしょうか。で、情報量盛りだくさんで疲れたと思うんですけど、司法試験あるいは総合職って情報量多いんですよ。もうとにかくね、頑張ってついてきてください。それではここで10分間休憩いたします。お疲れ様でした。約10分後にまた開始します。それでは後半の方を始めていきます。レジュメのですね、9ページ目の括弧の被補佐人からですね、ここから参りましょう。被補佐人は、先ほど見た定義の通りです。精神上の障害により自理を弁識する能力が著しく不十分なもので、かつ補佐開始の審判を受けたもの。青年被告人によりは、自理弁識能力がある、精神障害が若干軽い、そういうものになります。補助開始の審判を受けなければならないことは同様です。で、10ページ目いってください。青年被告人っていうのは、日常生活に関する行為や日用品の購入以外は大体取り消されちゃうんですけど、被補佐人はのなした行為は以下の重要な行為に限って補佐人の同意がない場合は取り消すことができる。逆に言うと、被補佐人っていうのはそんなに大したことない契約は自由にできます。重要な契約だけ取り消されちゃう、そういうイメージです。で、まずざっと見ましょう。丸1、元本を領収しまたは利用すること。利息賃料の徴収については同意不要。何言ってるかというと、例えばね、被補佐人が1億円誰かに貸してるとして、貸してたらずっと収益上げられますよね。利息って収益、それを早期に回収しちゃうと収益源がなくなってしまうから、そういったことは取り消されちゃうよってことです。単に利息とか賃料を受け取るだけだったら同意不要です。あと、これ分かりやすい。借財または保証をすること。お金を借りたりするって重大な行為ですよね、普通は。あと、保証人になるのも重大な行為だから、同意なしにやると取り消されちゃいます。で、米印は担当対策としては重要なんですけど、今は混乱するだけなので、とりあえず置いときましょう。丸3、不動産の売買、その他重要な財産に関する権利の特措を目的とする行為。不動産の売買は取り消し可能です。あと、重要な財産に関する権利の特措、重要な財産を得たり失ったりするような契約とかは取り消されちゃいます。あと、訴訟行為、贈与、ただではあげるとか、和解とか仲裁行為、このあたりはさーっと見ておきましょう。相続を承認、放棄、遺産分割をすること。7、贈与の申し込みの拒絶、遺贈の放棄、負担付き贈与の申し込みの承諾、負担付き遺贈を承認。8、建物の新築、改築、増築、大修繕を注文すること。9、土地について5年、建物について3年を超える賃貸借契約をすること。10、その他家庭裁判所の定める行為。これらは重大な行為なので、補佐人の同意がないと取り消されてしまいます。で、これ今全部覚える必要はありません。どちらかというと、担当前に見直すだけで、今はイメージ、重要な行為に限って取り消されちゃう、そういうイメージを持っていただければ十分です。で、特にやっぱり覚えていただきたいのは、不動産の売買とか訴訟行為、このあたりは取り消されちゃうんだな。あと、土地5年、建物3年の賃貸借。賃貸借っていうのは建物とか土地とか物を貸す契約です。で、普通に被補佐人が建物を貸してるうちはいいんですけど、長い期間貸してしまうと、被補佐人その土地とか建物を逆に言うと自由に使えなくなりますよね。だから、あまりに長すぎる賃貸借は、ダメなんだ、そういうルールになっています。そのあたりを抑えていただければ十分です。で、ちょっと丸九について深めておきたいと思います。
条文は13条。13条1項をご覧ください。非補佐人が次に掲げる行為をするには、その補佐人の同意を得なければならない。ただし9条ただし書きに規定する行為についてはこの限りでない。9号602条に定める期間を超える賃貸借をすることです。で、602条を見てください。602条短期賃貸借というものです。処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借はそれぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めた時であっても、その期間は当該各号に定める期間とする。で、2号前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借が5年、3号建物の賃貸借3年。で、中身は分かんなくていいんだけど、これ短期賃貸借って呼ばれる条文があって、そことリンクしてるんだなってことぐらいを押さえていただければ十分になります。よろしいでしょうか。じゃあ次、いいですね、取り消すことができない行為です。上記のリストに該当しても、日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消せません。これどういうことでしょうね。不動産の売買で日常生活に関する行為っていうのはあまり考えられません。例えばでもこれありますよね。丸2、借財または保証をすること。例えば非補佐人が友達とバスで出かけた。で、バスの200円を友達から借りた。バス代の200円をね。それ確かに借財なんだけど、日常生活に関する行為ですよね。だから取り消せない。そういうことになります。では次、うです。保護者の権限です。保護者の権限は同意権、取り消し権、追認権の3つになります。まず13条1項を見てください。非補佐人が次に掲げる行為をするには、その補佐人の同意を得なければならない。逆に言うと補佐人には同意権があるということになります。で、取り消し権は今まで散々見た120条1項、追認権は122条になります。じゃあ代理権はかというと、基本的に非補佐人っていうのは原則として自由に契約できる。例外として重要な行為に限って保護者の同意が必要ってことなので、保護者には代理権が原則ありません。で、一定のものの請求により代理権を付与できます。つまり家庭裁判所が補佐人、保護者である補佐人に代理権を与えることができる。でもデフォルトではないということです、最初からはね。で、しかも代理権の付与にあたっては、本人の申し立てまたは同意、本人がいいよと言わなければダメだ。そういうことになってます。876-4ご覧ください。家庭裁判所は11条本部に規定するものまたは補佐人もしくは補佐監督人の請求によって、非補佐人のために特定の法律行為について補佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。で、2項本人以外の者の請求によって全項の審判をするには本人の同意がなければならない。3項家庭裁判所は1項に規定するものの請求によって同項の審判の全部または一部を取り消すことができる。まあ、そういうことになります。で、あとですね、補佐人が非補佐人の利益を害する恐れがないにもかかわらず同意しない場合、これ非補佐人困りますよね。非補佐人がお金が必要だから土地を売りたいって言っても補佐人が同意してくれない場合、そんな場合は家庭裁判所が同意に代わる許可というものをしてくれます。13条3項をご覧ください。補佐人の同意を得なければならない行為について、補佐人が非補佐人の利益を害する恐れがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は非補佐人の請求により補佐人の同意に代わる許可を与えることができる。こういった制度もあるので知っておいてください。では次、非補助人です。意味です。非補助人というのは精神上の障害による自理を弁識する能力が不十分なもので、補助
開始の審判を受けたもの、これになります。で、これなんですが、本人以外の、ものの請求により補助開始の審判をする場合には本人の同意が必要です。補助人というのは非常に精神上の障害がさっきの2つに比べて軽いので、本人の同意があるか本人の申し立てじゃないと、補助開始の審判はされません。15条2項をご覧ください。本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには本人の同意がなければならない。これよく単刀で出ているので押さえておいてください。で、同意を要する行為の審判または代理権付与審判とともにする、この意味は次からいきましょう。補助人が一人でやって取り消されちゃう行為っていうのは家庭裁判所が決めます。つまり取り消すことができる行為は被補佐人のリストの中で家庭裁判所が認めたものだけになります。つまり被補助人ってのは原則何でもできるんですよ。ただこの土地の売買だけやられたら危ないから、実家の土地の売却だけは被補助人、補助人の同意が必要だよってピンポイントで決めるんです。それが被補助人ってやつです。17条を見てください。家庭裁判所は15条1項本部に規定するものまたは補助人もしくは補助監督人の請求により被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、13条1項に規定する行為の一部に限るということになります。ということは、補助人、被補助人にしただけだったら何の意味もないので、同意を要する行為の審判、これは同意を必要とするんだ、または代理権付与審判、これと共にしなきゃ意味がないということになります。ちなみに、被補助人の保護者である補助人に代理権を与えることもできます。876の9見てください。家庭裁判所は15条1項本文に規定するものまたは補助人もしくは補助監督人の請求によって被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる、そういうことになっています。じゃあ次、保護者の権限いきましょう。で、保護者の権限は同意権取消権追認権代理権ともに家庭裁判所が認めたもののみ認められます。で、ここでなんで同意権取消権追認権括弧でくるんでるかというと、これ3つセットです。全部これ一体なんですよ。同意ができるから逆に言うと同意がない時取消ができて、逆に言うと後からやられた時に追認できる、この3つはセットです。あと代理権は単独でも認められます。よろしいでしょうか。じゃあ括弧6ですね。審判相互の関係です。より重い方の審判をするときは、例えば被補助人と被補佐人と両方の審判があるときは軽い方の審判を取り消します。その下の例に書いている通り、成年後見開始の審判をするときは補佐開始の審判を取り消す、そういったことになります。19条をご覧ください。19条1項、後見開始の審判をする場合において、本人が被補佐人または被補助人であるときは、家庭裁判所はその本人に係る補佐開始または補助開始の審判を取り消さなければならない。軽い方の審判は取り消すということになります。では次、米印。保護者の権限のまとめです。未成年者の保護者の親権者未成年後見には同意権取消権追認権代理権すべてあります。一方、成年後見には同意しても無効なので、成年後見人、成年被後見人の補助者で、あ、成年被後見人の保護者である成年後見人には同意権はありません。取消権追認権代理権はある。で、補佐人は同意権取消権追認権はあって代理権は三角、これは家庭裁判所が認めた場合のみです。で、補助人は全部三角、家
家庭裁判所が認めた場合のみということになります。よろしいでしょうか。では次行きましょう。括弧7番、制限行為能力者の相手方の保護です。制限行為能力者とうっかり契約をしてしまった相手方、皆様方、お店にの立場になって考えてください。未成年者にうっかり車売っちゃった、取り消されるか取り消されないかドキドキしてますよね。早く決めてほしいですよね。ということで、催告権というものがあります。制限行為能力者の相手方は、要するに未成年者とかとうっかり契約をしちゃったお店は、1ヶ月以上の期間を定めて、期間内に追認をするかどうかは確当するように求めることができる。保護者、追認するのかどうかはっきりしてくださいと催告をすることができます。20条の1項をご覧ください。制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が、行為能力者、括弧行為能力の制限を受けないものを言う、以下同じとなった後、そのものに対し1ヶ月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確当すべき旨の催告をすることができる。この場合において、そのものがその期間内に確当を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。こういう制度です。で、確当がない場合はどうなるか、これ誰にね、催告したかで変わるんですよ。追認できる人、例えば保護者に催告した場合とか、能力者となった後の本人、復活した後の本人に催告した場合は、次ですね、12ページいってください。追認したものとみなされます。一方、追認できないもの、被補佐人、被補助人に保護者の追認を得るよう催告した場合は、取り消したものとみなされます。20条4項をご覧ください。制限行為能力者の相手方は、被補佐人または17条1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその補佐人または補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被補佐人または被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。で、ここは担当に出るんですけど、混乱してきましたよね。ちょっと図にしてまとめます。補佐で考えてみましょう。じゃあ、面倒見る方が補佐人ですよね。補佐人 A がいて、被補佐人 B がいて、相手方 C がいた。で、相手方 C が被補佐人と同意を得ないで、うっかり土地の売買をしてしまった。こういう状況を考えましょう。で、補佐人が保護してますよね。で、今回 C は A に対しても追認するかどうかを催告できるし、 B に対して A の追認を得るよう催告、催告自体は両方にできます、補佐の場合はね。で、違うのは、催告して無視された時どうするか。催告して取り消しますとか追認しますだったらいいんですよ。無視された時の効果が違う。まず、こっちに催告した場合、催告して無視、これそもそも補佐人ってのは、追認できる人に催告して無視したってことは、この契約は OK だと判断していいですね。だからこれは追認扱いになる。追認とみなす。こういうことになります。これが20条1項です。20条1項の条文をもう一度見ておきましょう。制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者、行為能力の制限を受けないものを言う、以下同じとなった後、
そのものに対し1ヶ月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを、確当すべき旨の催告をすることができる。この場合においてそのものが、その期間内に確当を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。こういうことになっています。一方、相手方が非補佐人に催告して無視した場合、催告して無視された場合、で、これは非補佐人がひょっとしたら催告の意味分かってない可能性は一応あるわけですよ。だからこの場合は取り消しとみなす。これが20条4項になります。制限行為能力者の相手方は、被補佐人または17条1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその補佐人または補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被補佐人または被補助人は、その期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。そういうことになっています。これぜひ押さえておいてください。じゃあ今の話を踏まえて、もう一回ね、11ページのレジュメから見ていきましょう。で、催告をして確当がない場合は、追認できるもの、これ保護者や能力者となった後の本人に催告した場合は、これ追認したものとみなされます。で、追認できない人、被補佐人とか被補助人本人に保護者の追認を得るよう催告した場合は、これ取り消したものとみなされます。そしてここに、なんで未成年者成年被行権人が入ってないかというと、未成年者成年被行権人に催告した場合は、これそもそも無効になります。なぜかというと、未成年者も0歳から19歳11ヶ月までいるわけですよね。で、0歳児に催告しても意味がないじゃないですか。ってことは、もう一律無効としたんです。で、成年被行権人も催告受け取ったって意味が分かりません。なので、未成年者成年被行権人に対する催告は無効です。98の2をご覧ください。で、これ意思表示の受領能力と言います。意思表示を受け取るための能力もあるんですね。98条の2、意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に、意思能力を有しなかった時、または未成年者もしくは成年被行権人であった時は、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。未成年者成年被行権人に催告をしたとしても、保護者に対抗できないということですね。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。相手方の法定代理人、意思能力を回復し、または行為能力者となった相手方、つまり、原則無効なんですけど、この保護者とかが知ったんだったら、有効だよという話です。ただそれは保護者に対する催告とほとんど同じですよね。なので、例外に注意と書いておいてください。この例外に注意、例外に注意、98条の2の条文に書いている例外に注意と書いておいてください。じゃあ次行きましょう。い、詐術を用いた場合です。21条、条文をここに挙げておきました。制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるために、詐術を用いた時は、その行為を取り消すことができない。これ何かというと、例えばこんな感じ。17歳の人が自分は成年だって見せかけるために、私二十歳なんですって言っただけじゃなくて、例えば偽造した免許証を見せたとかね、そんな場合は取り消すことができないとしました。だって卑怯ですよね。自分が未成年者が成年だって見せかけるために詐術を用いた場合、その場合は取り消せなくなるという条文です。で、重要なのが、単なる黙秘は含みません。未成年者だって黙ってるだけだったら詐術に当たらない。もっと積極的に騙す行為は必要です。ただし、黙秘と他の言動が相まって、
相手方の誤信を強めた場合は詐術にあたる。黙ってるだけじゃなくていろんな言動とかと合わせて騙したと言える場合には詐術にあたります。これケースバイケースになります。理由は相手方の信頼保護と未成年者保護の調和の観点です。で、星印の再犯症は44年2月13日、これ判例です。で、判例はレジュメに引用しないでセブンサミットのページを示してます。で、重要なものだけはセブンサミットで見ていきますけど、基本的にはね、あんまり時間がないので飛ばします。じゃあ時効です。時効っていうのは取り消し権は年が経つと消滅するんですよ。取り消し権は追認できる時から5年で時効にかかります。消えますし、あと行為の時から20年、契約とかをした時から20年で除斥期間にかかります。除斥期間もこれを過ぎると主張できなくなると思ってください。126条です。取り消し権は追認をすることができる時から5年間行使しない時は時効によって消滅する。5年間経つと消滅します。あと取り消し権がなくても契約とかの行為の時から20年を経過した時も同様とする。消えちゃうんだなと思ってください。で、時効とか除斥期間っていう難しい言葉はそのうち第6回目あたりで出てきます。とりあえず追認時から5年、行為の時から20年で消えちゃうんだな、取り消し権は。そう考えてください。ということで行為能力ここまでです。民法の最初にしてはね、結構ややこしい規定が多いんですけど、条文引きながらしっかり復習をしておいてくださいね、この分野。あと取り消し前の第三者と取り消し後の第三者、ここめちゃくちゃ重要なので論証は書けるようにしておいてください。それでは次、13ページ第2節、失踪という話に行きます。1、失踪の意味です。失踪ってのは一定期間生死不明の者の死亡を犠牲して法律関係を確定させる制度です。例えばですね、自分の親が生死不明のまま50年行方不明だ。これおそらく亡くなってる可能性高いですよね。でも死んだ事実が確認できないと死亡届出せない。とするとこれね、亡くなったとして、亡くなった後相続とかの処理になります。相続とかの処理ができないと困りますよね、生死不明の場合。そこで一定期間生死不明のものはとりあえず法律上死亡したことにして法律関係を確定させる、その後の相続とかの処理を進める制度を失踪と言います。死亡したことになるので相続が始まります。30条ご覧ください。30条1項、不在者の生死が7年間明らかでないときは家庭裁判所は利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができる。この失踪宣告と言います。亡くなったことになるということです。ただこれ死亡して相続とかの処理をするんですけど、遠くで生存していた場合、権利能力まで奪うものではないです。何かというと、本人が遠くで契約をした場合、契約は有効になります。どういうことかというと、例えばね、東京に住んでる A さんが、中でね、行方不明になる前に東京に住んでる A さんが生死不明だとして失踪宣告がされました。で、相続始まります。ただ、もしこの A さんが沖縄で実際生きてたとしたら、 A さんが沖縄でした契約は当然有効、死んでないからね、本当は。あくまで相続とかの処理を進めるために、その生前の住所地、生前とかね、最後に住んでた住所地のあたりで処理をするだけの制度です。権利能力奪いませんので、本人が遠くで契約をした場合有効です。では2番、失踪の要件と効果を見ましょう。30条です。1個、不在者の生死が7年間明らかでないときは家庭裁判所は利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができる。これが普通失踪、後でやりますけど普通失踪です。7年間生死不明だったら失踪宣告ができます。ただ戦争の時とかは7年間もいらないですよね。2個、戦地に臨んだもの、沈没した船舶の中にあったもの、
その他死亡の原因となるべき避難に遭遇した者の生死が、それぞれ戦争が止んだ後、船舶が沈没した後、またはその他の避難が去った後1年間明らかでない時も全校と同様とする。まあそういうことになってます。戦争とか沈没した船舶とかは避難が去った後1年間明らかでない時は同様になります。で、これ検察官は請求できません。一応ですね、もちろん生きてたら失踪宣告取り消しあるんですけど、一応人を死亡させる制度でありますので、検察官はできない。さすがに家族とかじゃないとできません。公検開始審判の申し立ては検察官ができたのと対照的です。では31条です。これ大事なんですけど、前条1項の規定により失踪の宣告を受けた者は、同項の期間が満了したときに、同条2項の規定により失踪の宣告を受けた者は、その危難が去ったときに死亡したものとみなす。これ非常に重要なんですよ。普通失踪の場合は、起算点7年のスタートは生存が確認された最後の時から7年間経てば、失踪期間の満了時に死亡したものとみなされます。ちょっと書きますね、これ。普通失踪です。最後に確認。で、こっから7年経つと、この7年間経った時、ここで死亡となります。これが普通失踪ね。7年間が経ったら7年後に死亡したものとみなされる、これが普通失踪の制度になります。一方で特別失踪は13ページの表の右側です。起算点、危難が去った時から1年経ったら、これね、1年後じゃないですよ。危難が去った時に死亡したものとみなされます。だって戦争に臨んだものは、危難が去った時から1年間生死不明だったら、もう死んでいるものと考えるのが自然ですよね。なので特別失踪は、こんな感じです。例えば戦地に臨んだ、で、ここで危難が去った、で、危難が去った時から1年間生死不明だったら、いいですか？ここで死亡じゃなくて、ここで死亡になる。これがポイントになります。特別失踪は危難が去った時に死亡したものとみなされる。これよく単刀で引っ掛けで出るので、ぜひ覚えておいてください。よろしいでしょうか？で、今の事情を踏まえた上で条文見ていきましょう。30条1項と2項でこの事実を確認します。いつ死んだことになるかを重点的に見ていきます。30条1項をご覧ください。不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができる。で、2項、戦地に臨んだもの、沈没した船舶の中にあったもの、その他死亡の原因となるべき避難に遭遇した者の生死が、それぞれ戦争が止んだ後、船舶が沈没した後、またはその他の避難が去った後1年間明らかでない時も全項と同様とする。で、31条、前条1項の規定により失踪の宣告を受けた者は、同項の期間が満了した時に、同条2項の規定により失踪の宣告を受けた者は、その避難が去った時に死亡したものとみなす。避難が去った時に死亡したものとみなす。
まさにこれになっていることを確認しておいてください。よろしいでしょうか。ではレジュメ14ページです。次は3、失踪宣告の取り消しです。もちろん失踪宣告なったとしても実は生きていたということはありえますよね。それがこの失踪宣告の取り消し。概要です。まず1、失踪者が生存すること、または失踪宣告により死亡したとみなされた時期と異なった時に死亡したこと。死亡のタイミングがずれれば相続も影響を受けますので、タイミングが違うんだって場合も取り消しできます。だから生きていたこと、あるいは死んだタイミングが違ったこと、プラス利害関係にないし本人の請求があれば失踪宣告は取り消されます。家庭裁判所が勝手に消すことはありません。誰かが請求しないと消えません。請求が必要です。32条1項をご覧ください。失踪者が生存することまたは前条に規定するときと異なるときに死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は本人または利害関係人の請求により失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取り消しや失踪の宣告をその取り消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。後半の影響を及ぼさないは後でやります。で、取り消されると初めから失踪宣告がなかったことになる。将来項じゃない、訴求項です。だって例えばね、生きていたら失踪宣告っておかしかったんですよね。だから今から生き返りますじゃなくて、最初から死んでなかったことになる。当たり前ですよね。初めから失踪宣告がなかった、訴求的になります。失踪宣告がなかったことになります。32条2項をご覧ください。失踪の宣告によって財産を得た者は、その取り消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている場合、限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。で、これなんで訴求効かというと、取り消しによって権利を失うってことは、これ訴求効があるということになります。で、先ほど申し上げた通り、これ火災による取り消しが必要で、生存が確認されても当然には失踪宣告は無効にならない。誰かが請求して火災が取り消さないと、失踪宣告は無効にはなりません。そういうことです。で、い、取り消しの効果の制限です。失踪宣告の取り消しは、取り消し前の善意の第三者の行為に影響しません。で、これ契約の場合は両当事者が善意であることが必要です。またわけのわからんもの出てきましたね。そしてここが論点になります。で、論文で出る可能性はそんなに高くはないんですけど、出ることはありえます。ということで、論証2番、32条1項後段の善意の意義です。で、先に例見ましょう。失踪者 A の土地を相続した悪意の B が善意の C に土地を売ったが、その後失踪宣告が取り消された。善意の C は32条1項によって保護されるか、そういった話になります。これちょっと図を書いていきます。まず A さんがいたんですけど、これ失踪宣告で、亡くなったこととされました。で、失踪宣告の失踪を受けると、B が土地を相続します。ただ B さん悪いやつで、実は生きてることを知ってたんだけど失踪させたんですよね、悪意。で、次、悪意の B が善意の C、何も知らない C さんに土地を売却しました。この人知らないです。で、その後この失踪が取り消された。ということは A さん生き返ったわけですね。ということは、失踪宣告が取り消されたので、この土地は訴求的無効で A の元に戻るのか、それとも C さんが取得できるのか、 A のものなのか C のものなのかの争いです。なんか前もやった気しますよね。このように悪者 B がいるんだけど、悪くない2人がいて、どっちのものになるかっていう、
テーマが民法相続という分野ではよくあります。で、32条1項を見てください。失踪者が生存することまたは前条に規定するときと異なるときに死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は本人または利害関係人の請求により失踪の宣告を取り消さなければならないの次ですね。この場合において、その取り消しは失踪の宣告後、その取り消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。で、これ確かに C さんは取り消す前に出現してますから、取り消し前の第三者です。だから取り消す前っていう要件は満たしてるんだけど、善意ってのはこの B と C2 人とも善意のことを言うのか、どっちか善意であればいいのか。2人とも善意。善意ってのは知らないことね。本当は生きていたことを知らないであることが必要か、こういう論点です。よろしいでしょうか。では論証2番の続きを見ていきましょう。まずね、論証はね、どういう問題設定か、具体例を意識しながら理解をしていくことが重要です。で、ここですね。32条1項後段は善意とのみ規定するが、処分行為が契約である場合、契約の両当事者とも善意であることを要するのか、そういう話になります。で、この点、契約の両当事者とも善意であることが必要。これが判例なので、皆様方はこの結論で押さえましょう。契約の両当事者とも善意であることが必要である。だからさっきの例では C は保護されません。どっちも善意じゃないと保護されないので、これ必要。だから今回は B が悪かっただけなんだけど、 C は保護されない。そういう結論になります。よろしいでしょうか。じゃあ論証の続きですね。で、まあ理由付けなんですけど、32条1項後段が適用されると真の権利者の権利が奪われることになるので、これ A さんのことです。だって A さんってのは死んでないのに勝手に死んだことにされたかわいそうな人です。ってことは A さんの権利を奪う以上は両当事者全員じゃなきゃいけないってことです。 A さんの権利を奪うような強力な効果をもたらすんだったら B と C 両方知らないことが必要だ。そういうロジックですね。で、かかる強力な効果との均衡上、両当事者の善意を要求するのが妥当であるからである。したがって B が悪意である以上、 BC 間売買は無効となる結果、C は土地を A に返還しなければならないということになります。ただ C は B に対し、すいません、これね、直ってないですね。債務不履行責任直してください。追奪担保っていうのは、昔、旧民法であった規定ね、今、債務不履行責任です。債務不履行責任を追及することができる。で、条文も415条等に直してください。プレヘンでやった通り、債務不履行ってのは契約違反ですよね。 C は B に対して変な土地を売ってくれたんだと言って責任追及ができる。債務不履行責任を追及することができる。例えば損害賠償なんかを追及することができます。いいでしょうか。じゃあ、失踪宣告はね、細かい論点あるんですけど、この論証2番を押さえてください。で、14ページ下から2行目、残留配偶者が善意で再婚した後に失踪宣告が取り消された場合、32条1項後段が適用されるかって論点があるんですけど、 B マイナスランク、重要度下がりますし、通説がないので、これ2週目以降に見てください。2週目以降ってのは、週ってのは回るね、周回の週ね、回るってやつね。
民法を最初から最後までやるのを1週、もう1回最初から最後までやるのを2週、何週も何回もね、最初から最後までを復習しないと民法ってのは身につきません。で、今皆さん1週目だと思うんですよ。1週目は講義聞いて復習をするんですけど、その際にはこういう細かい論点はやらなくていいです。で、2回目に自分でレジュメを見て復習するとき、まあ、だいぶ先になると思いますけど、そういうときはやってください、こういう細かい論点。なので、講義では飛ばします。じゃあ次ですね。15ページでざーっといって、ここまで飛ばします。15ページの真ん中の、ここから新しいテーマ。失踪宣告によって財産を得た者の返還義務の範囲は現在利益、現存利益に限られる。32条2項を見てください。失踪の宣告によって財産を得た者は、その取り消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度において、なぜその財産を返還する義務を、まあ、そういう規定になっています。で、現存利益というのは後で出てくるので、今の時点ではこういった規定があるんだなということで押さえておいてください。じゃあ次ですね。では、受益者が悪意の場合、32条2項と704条のどちらが優先するか、これもちょっと発展的な論点なので、2週目以降に回します。今は飛ばします。ここ今飛ばして結構です。じゃあ16ページです。次は同時死亡の推定という話に行きます。32条の2、ご覧ください。今日規定です。数人の者が死亡した場合において、そのうちの1人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときには、これらの者は同時に死亡した者と推定する。要するに、まあ、親族2人がいて、どっちが先に死んだかわからないときは同時に死亡した者と推定するという規定です。そして相続の処理をするということです。で、米印、 A と A の子 B が同時に死亡した場合、 AB 間で相続は起こりません。同時死亡した者の間では相続は起こりません。ただし、同時死亡の場合でも代襲相続は起こる。で、これも相続法をやってからしっかり学ぶんですけど、今はこのケースを見て理解できればいいです。ケース見てください。夫 A、 妻 B、 息子 C、 娘 D の家族において、 AC が搭乗した航空機が墜落し、 AC は死亡した。こういう事例を考えましょう。そして、息子 C、 娘 D には子供はいないことにしましょう。そうすると、 AC は同時死亡を推定して、 A の遺産は B と D が相続することになります。これちょっと図を書きますね。夫 A がいて、妻 B がいて、息子 C、 娘 D がいた。で、これ A と C が搭乗した航空機が墜落し、どっちが先に死んだかわからない場合は同時死亡になります。同時死亡になると、 A の遺産は C が相続するということはないので、 A の遺産は B と D に行く、そういうことになります。もちろん C の遺産の相続もあるんですけど、それはちょっと置いときましょう。じゃあ次ですね。次のケース。夫 A、 妻 B、 息子 C、 娘 D、 孫 E、 息子 C の子 AC が搭乗した航空機が墜落し、 AC が死亡した。C に孫がいる、 C の息子がいる場合どうなるかというと、 AC は同時死亡推定で、 A の遺産は B と D と E、 代襲相続か相続。これどういうことかというと、今度ね、夫 A、 妻 B がいて、 C の子、E がいた。こういう場合ですね。で、これ同時死亡した。で、 A の遺産は B に行って D に行くんですけど、これね、本来 C が死んでいる場合、 C の子供がね、 C の代わりに受け取るんですよ。この代襲相続点ですが、これは起こります。代襲相続で、この代襲相続ってのは詳しくは相続法でやるので、今はそんなことがあるんだ、ふーんぐらいでいいです。そんなに深く考えなくていいです、ここは。まあ、そういった話になります。
なので、今日の講義でも分かったとおり、民法ってね、最初の方で最後の方の概念が出てくるのでややこしいんですね。なので、まあ、もやもやしながらもどんどん先に進んでいきましょう。ここまでよろしいでしょうか。では次からは全く新しいテーマ。まあ続いてるんですけどね。権利能力の時にちらっと法人って話しました。会社とか。その話になります。17ページ、第3節。法人というものです。で、括弧1、1番法人制度の意義。括弧1、法人の意義。あ、意義見てください。何かというと、これは自然人以外で、法人格を認められたものです。法人格ってのは法律上の人格。要するに、自然人ってさっき言った通り生身の人間です。我々生きてる人間を自然人と言います。生きてる人間以外で法律が人としたもの、どういうことだっていう話なんですけど、難しくなくて、要するに人ってのは民法上は権利義務の主体たり得るものです。生身の人間じゃないけど権利持ったりできるもの、そういうのがいますよねって話です。で、これ簡単です。会社ってのは財産持ってますよね。土地とか持ってますよね。あとは地方公共団体もそうじゃないですか。東京都の土地って言うじゃないですか。東京都って別に生身の人間じゃない、自然人じゃないのに土地持ってる。法人格って話ですよ。東京都が土地を持ってたり、会社、レックは東京リーガルマインドって言うんですけど、株式会社東京リーガルマインドが建物を持っていたり。あ、確かに自然人以外でも権利義務の主体たり得るものがいるな。それが法人と呼ばれるものです。で、なんで法人っていうものがあるのかを見ていきましょう。ケース。A は飲食店を開こうと思ったが、何かあった時に A 個人の責任が生じるのは嫌だと思ってる。で、そこで飲食店をね、A 個人が経営することは可能です。個人事業主と言ったりします。そうじゃなくて、飲食店を会社にすることもできます。じゃあ、なんで飲食店を会社にするのか。飲食店を A 株式会社にすることのメリットを考えていきましょう。株式会社は法人で権利義務の主体になりますから、 A 株式会社名義の預金通帳が作れます。そしてでかいのはこれ、 A 株式会社の債務は A 個人に追及できません。この点は法人の種類によりますけど、会社だったら追及できません。これは A 株式会社が A 個人と別の権利主体だからなんです。ここちょっと重要なので説明していきます。A さん個人がいます。で、A さんが A 株式会社というものを作りました。たとえこの株式会社が A 一人で作ったものであるとしても、これね、会社である通り、この人とこの人は別の人なんです。民法とか法律で別の人だということを別人格と言います。で、例えば A 株式会社が B 銀行から100万円借り入れしました。で、もちろん A 株式会社は B 銀行に100万円返さなきゃいけません。ただですね、あくまでこれ債権ですよね。債権というのは借りた人にしか請求できない特定の人に対する権利でした。B 銀行は A 株式会社の借金を A 個人に請求することはできません。だってこれ借金してない人に請求することになるから、別の人に請求してるだけですから、こんなことはできなくなります。A 個人と A 株式会社は別人格、別の権利義務の主体です。これが会社を作る時のメリット。例えば食中毒が起こっても株式会社の責任はあれど A 個人に原則として追及されない。例外はもちろんいっぱいありますからね。そういうことになります。これが法人と呼ばれるものです。で、これがあることによって、これね、手広く商売ができるようになったと言われます。要するに、
歴史好きな人、世界史で大航海時代ってあったじゃないですか。あれって要するにヨーロッパから船をね、東洋とかに派遣して、胡椒とか高級なものをね、いっぱい持ち帰ってくる。でもそれってめちゃくちゃ危険伴いますよね。だから失敗したらものすごい借金背負うんですよ。で、それを個人でやると危ないですよね。だからみんなでお金出し合って、会社って別人格を作って、失敗してもこっち潰せばいいんだ、個人は大丈夫だっていうシステムを作ったんです。まあそういうことに、使われるシステムだと思ってください。じゃあここで法人の基本的なことをやっていきます。有限責任と無限責任っていうのがあります。で、今まで話してたのは有限責任って話です。これは法人の構成員がその出資額以上に責任を負わないことを言います。どういうことかというと、ここにね、公株式会社ってのがあります。で、A が100万円出資しました。ところがですね、公株式会社は詐欺をやらかして B さんから1億円請求されています。この場合に株式会社の出資をした人は株主って呼ばれるんですけど、この A さんは有限責任と呼ばれます。有限責任ってのは、 A さんはこの100万円の出資以上の責任は負わない。何かというと、まず B の1億円を A さんに請求することは不可能です。じゃあ A さんは何の責任も負わないかというと、この100万円ね、会社が潰れたらこの100万円は戻ってこないという意味で、最悪これを諦めればよい。これが A さんの責任です。要するに出資したお金は返ってこないかもしれませんよ。でもそれ以上の責任は負いませんよっていうのが有限責任の意味です。まあ当然株主だから出資した額は最悪 B に取られるかもしれない。けどこれ以上の責任は負わない。そういうことです。これを株式会社が有限責任の典型例です。で、会って書いてますよね、ここに会。これ会社法って法律です。会社法ってのは商法って分野なんですけど、民法と密接に関わってくるのでちょっと引いておきましょう。会社法104条をご覧ください。会社法っていう法律の104条、株主の責任はその有する株式の引き受け価格、これ要するに出資ってことですね、出資額を限度とするって書いてますね。だから株式会社は有限責任です。でも有限責任ってことは、逆に言うとね、B みたいな被害者困りますよね。株主に責任追及できないってことは、1億円取りっぱぐれるかもしれない。そこで第三者を保護するための仕組み、財産状態の開示、この会社はいくらの財産持ってますよってみんなに開示したり、利益分配の制限、例えば会社の財産をできるだけ A に戻さないようにするようなシステムとか、そういったものが重要になってきます。で、この辺りは会社法って法律でしっかりやるので、商法ね、今しっかり分かる必要はないんですけど、イメージだけ作っておいてください、法人の。で、ニュースとかで粉飾決算って聞いたことありますよね。粉飾決算って何で悪いかというと、これ財産状態の開示をちゃんとやってないから、これすごい犯罪なわけですね。で、一方有限責任に対する概念として無限責任、これは法人の構成員が法人の債務について無制限に責任を、実は株式会社以外の合名会社とか合資会社っていう会社の場合は、これ請求できる場合があるんです。これ会社の種類によります。で、ここは商法でしっかりやるので、今はこれぐらいで結構です、イメージだけね。で、17ページの一番下の法人学説で、法人の行為能力に関してはさまざまな学説がある。これ何言ってるかというと、法人ってのはね、限定された範囲ですけど、行為能力があるんです。でもなんで法人に行為能力があるのか、これ学問的にはさまざまな説があります。
で、アカデミックな議論を知りたい方は、セブンサミットのね、62ページを後で見ておいてください。ここでは、マークしましょう。法人は実質的に法的主体たり得る実態を有するところの一つの社会的実在であるという考える見解。法人実在説が有力である。これ何言ってるかというと、有名な株式会社って確かに会社っていうのは概念なんですよ。概念なんですけど、例えばね、東芝とかね、何でもいいんですよ。三菱自動車とかトヨタとかって会社は概念なんだけど、有名すぎて実在しているように振る舞ってますよね、社会の中に。もうここまで行くと、社会の中に実在してるんだって考えてもいいんじゃないか。だからこう異能力があるんだ。そういった考え方です。まあ、このあたりはふーんと押さえておいてください。司法試験、予備試験、あるいは総合職の試験というのは、アカデミックな学問的な試験というよりは、どっちかというと、実務的な試験になってますので、こういった学説みたいなものに関しては、必要最低限押さえていただくだけで結構です。じゃあ、18ページ、括弧2番、法人の分類です。で、法人はさまざまに分類できます。一つは、社団法人と財団法人という分け方です。で、社団法人っていうのは人の集まりです。構成員が存在します。で、ほとんどの法人は社団法人です。株式会社とか一般社団法人、こんなものが挙げられます。で、株式会社っていうのは、株主に配当金を与えるための会社です。株式会社の方が儲けを出して、株主に、はい、じゃあ1株10円あげますよ、利益分配をする。これが株式会社のイメージですね。ちょっと書きましょうか。これ株式会社ってのはどういうことかというと、多数の株主からちょっとずつお金を集めるんです。 A が10万円、これ Y 社ってのがあったと。 B が10万円で、このようにいろいろ集めることによって、たくさんのお金を集める。たくさんお金集めて事業をする。で、 A さんとか B さん、なんで出資をするかというと、ボランティアじゃないですよね。当然 Y 社が儲かったらお金をもらうため、配当金をもらうためですね。で、儲かったら配当を出す、これが株式会社です。だから儲かるための会社で、 A さんとか B さんも利益を得るために出資をします。いいでしょうか。まあ、株式会社のイメージをつけてください。じゃあ次ですね。一般社団法人って何かというと、これね、利益配当しないんですよ。で、何か法人を作りたいなって言ったら、一般社団法人簡単に作れます。例えば、テニスサークルをちょっと立派な団体にしたいときは、すぐ一般社団法人できます。そんなイメージです。いろんな種類の使い方ができます。一方、財団法人は財産の集まりです。まるまる基金とかもそうです。一般財団法人と呼ばれるものは財団法人の一種です。これどういうことかというと、お金をたくさん集めて、それを運用して、例えばね、検証論文を募集するとか、何かの研究をするとか、そういったものを財団法人と言います。まあ、ふーんと思っておいてください。で、他の分け方として、営利法人と非営利法人という分け方があります。営利法人ってのは、これ構成員への利益分配を目的とします。株式会社です。株式会社ってのは、さっきみたいに株主からは出資を募って配当金出しますよね。利益分配です。これが配当金が利益分配になっている。こういった株式会社みたいに利益分配をする法人を営利法人と言います。一方、非営利法人は構成員への利益分配を目的としないもので、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利法人、NPO 法人と呼ばれるものですね。こんなものが当たります。で、勘違いしないでいただきたいのは、非営利法人も商売やっていいんですよ。商売やることは禁止されてない。何にダメかっていうと、利益分配しちゃダメなだけで、一般社団法人で焼きそば屋を開店しても別にいいわけです。商売はやっていいんですよ。利益分配はダメなだけ。
あと従業員に給与を出すことも可能です、当然。配当金を出せないってだけなので注意してください。それでは次、括弧3。一般社団法人、一般財団法人の成立要件。民法で出るのはこの2つだと思ってください。理由はちょっと後で説明します。一般社団法人、一般財団法人はどうやって成立するか。これ、準則主義と言います。これね、法定の要件、法律の要件を備えれば、役所の許認可不要で登記で成立。つまり、誰でも法律の条件を満たせば作れます。結構簡単に作れます、これ。これを準則主義と言います。で、何をやるかというと、定款作成します。定款というのは法人内部のルールです。例えば理事は何人にするとか、そういったルールを定めて、その定款が正しいか認証をしてもらって、最後に登記。プレヘンで不動産登記ってやりましたけど、不動産登記ってのは、例えばこの土地の所有者は誰ですって登録することですよね。で、法人も登記があります。というか、法人は必ずと言っていいほど登記します。だって会社とかって目に見えないから、登記がないと実体がないんですよ。だから法人というためには登記が必要なんだ。目に見えないから。目に見えるようにするために登記があります。法人登記をします。で、これで成立をするのが一般社団法人とか一般財団法人です。で、詳しく見ていきましょう。定款というものは法人内部のルールと言います。で、一般財団法人でも寄付行為と言わず定款という。これね、かなり昔なんですけど、昔は寄付行為という名前でした、一般財団法人のルールが。でも、ルールを寄付行為っていうのはなんかおかしいですよね。寄付行為ってなんかお金あげてるみたいですよね。だから定款という名前に統一されました。で、これ実はですね、法人について一般的な規定は民法にあるんですけど、民法はほとんど規定してないんですよ。実は会社については会社法っていう法律に規定があります。そしてこれは司法試験または総合職の商法という科目の範囲です。で、民法と一般社団財団法人法、これ正式名称は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律と言います。これでは一般社団法人、一般財団法人について規定しています。ただ民法で出るんですけど、そこまで出ないので、重要度はそんなに高くはない。そして重要なのがこれ、一般社団財団法人法は会社法をモデルに作られています、実は。なので、ここは商法終わってからの方がはるかに分かりやすいので、今は本当に基礎的な解説にとどめます。で、あと公益法人っていうのも知っておいてください。公益目的事業を行っている一般法人、一般社団法人と一般財団法人は、公益認定委員会と内閣総理大臣の判定認定を受けると公益法人になることができます。そして公益法人になると税制上の優遇措置があります。逆に言うと、一般社団法人は誰でも簡単に作れるんですけど、税制上の優遇措置ないんですよ。公益法人まで行くと税制上の優益優遇措置がある、そういうことになります。よろしいでしょうか。それでは19ページいきましょう。一般社団法人の機関です。ここもね、さらっとでいいです。で、一般社団法人の機関っていうのは内部的および対外的な事務を、処理するものを言います。何言ってるかというと、法人っていうのは目に見えないですね。だから実際に行動する人が必要です。例えば株式会社っていうのは、実際に行動する代表は社長ですよね。代表取締役。株式会社の社長みたいな人を機関と言います。実際に行動する人というイメージです。で、その機関は他にいくつかあります。ちょっと見ていきましょう。ちなみに機関っていうのはね、行政法の世界でもあって、行政機関、これだって行政でも東京都の実際に動く人必要ですよね。東京都知事が機関の一種になります。あと昔ね、歴史では天皇機関説ってありましたよね。あれも天皇が実際に動く人、機関だっていう発想ですよね。これ機関という概念はぜひ知っておいてください。で、いろんな機関がありますけど、社員総会と理事は一般社団法人は必ず起きます。で、この社員は
従業員っていう概念ではありません。これ覚えててください。法律でいう社員っていうのは従業員ではない。一般用語でいう社員っていうのは会社に雇われてる人を言いますよね。でも法律用語でいう社員とは従業員とは違います。雇われてる人は従業員と言います、法律用語では。で、社員っていうのは、これは法人のメンバー、構成員で株主みたいな人を言います。これはぜひ勘違いしないでください。で、一般社団法人の場合は株主と言わないで社員と言います。法人のメンバーで総会で議決権を持っているようなイメージです。で、あと理事ですね。で、理事ってのは株式会社でいう取締役に対応する概念です。だから役員ですよね。実際に重要なことを決めて動く。この社員総会と理事は必ず置かなければなりません。社員総会は社員メンバー全員で構成され、根本的な意思決定を行います。定款、法人の根本ルールである定款を改定したりする機関でもあります。で、理事は法人を代表し、実際の業務を執行します。で、ここまでいいんですけど、理事会非設置一般社団法人では、理事が業務を執行し、各理事が法人を代表する。理事会設置一般社団法人では、理事会が業務執行を決定し、業務執行は代表理事が行う。これ何言ってるかというと、この機関というのは理事会ってものを置くかどうかでガラッと変わるんです。まずイメージを持ってもらうために、理事会設置した場合はどうなるか。理事会を設置した場合は、まず社員総会っていうのがあって、社員総会はこれ重要なことだけを決めます。で、普段のことは理事会で決めます。常務と言いますけど、常務を決めるのは理事会。で、理事会の構成メンバー、理事が3人以上いなきゃいけなくて、例えば理事、代表理事、こんな感じになってます。で、理事会が作った場合は、この理事、普通の理事はただのメンバー、ただの会のメンバー、会で発言したり議決をしたりして方向性を決めていく。代表理事が代表者です。で、理事会を置いた場合は、ちゃんと監督する幹事っていうのも置きます。幹事っていうのは、理事が悪いことをしていないか見張るようなやつですね。理事会を設置すると、こういう大掛かりな仕組みになります。社員総会があって、理事会があって、理事は3人以上、理事、代表理事、代表理事が代表者で、幹事を必ず置く。これ必ず置くことを筆致と言います。一方、理事会を置かない場合は結構自由です。理事会非設置、社員総会は起きます。で、理事会を置かない場合は、社員総会が何でも決めることになります。
で、理事は、まあ、1人の場合も2人の場合も複数いる場合もありますけど、理事、代表理事っていうのを置かなくても、これが代表者になります。で、幹事は置いても置かなくてもいい。置いても置かなくてもよい。置いても良い。こんな感じのシステムになります。なので、理事会を置くかどうかで機関の設計が全然違うっていうイメージだけつけておいてください。で、今この民法の1週目の段階では、この図を見てなんとなくイメージが湧けば十分であります。なぜか、その理由はですね、19ページの下から4行目にあります。この米印見てください。実はこの一般社団法人の機関についての規律は会社法に似ています。社員総会が会社でいう株主総会、理事が取締役、理事会が取締役会、幹事が監査役に類似しています。そして民法でこの一般社団法人の機関というのはほとんど出ないんですけど、会社法の機関めちゃくちゃ重要なんですよ。だから、むしろここは会社法でしっかり学んでから、それと同じなんだな、民法はって理解をした方が早いところなので、今はさっきの板書の図、これを見てイメージできるようにしていただければ十分です。で、民法で出るところはどっちかというと論点なので、その論点を次回以降に解説していきたいと思います。ということで、この板書の図を持って、レジュメのですね、19ページの解説は変えます。あんまり読み込まなくてもいいです。今の段階では、会社法をやってからしっかり読み込んでいただきたいところになります。まあ、この図を見て、理事会設置と理事会非設置で全然違うんだなってイメージをつけておく、そういうことになります。よろしいでしょうか。で、この講義なんですけど、ぜひ復習をしてください。もう次回の講義までに復習をする。で、どうやって復習をするかというと、講義をもう一回聞く必要はありません。レジュメを条文を引きながら読んで、まず理解する。その上で論証を、似たようなことでいいです。論証っていうのは一言一句同じである必要はないんですけど、似たような論証を書けるようにする。その2点を心がけてください。で、余裕がある人は単答の問題やったり論文の問題やったりしていいんですけど、まずはレジュメを条文を引きながら読む、理解する、論証を覚える。この2点を中心に復習をしていってください。それでは入門講座、本論編民法第1回目、これにて終了いたします。お疲れ様でした。